第4部桐生一馬。まあそうだよね、さすがにね。一章再開。これで主人公5人だったらどうしようかと思ったよ。第4章真島五郎。桐生ちゃんはってなるとこだったよ。よかったよかった。沖縄スタートなんだよね。あ、佐島？誰だ？嘘でしょ？え？モンスターかよこいつも。何あの刑務所モンスター収容所？不死身やん。じゃあ行ってくるね。いや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 。朝顔どうなっとんねん。訳あり人間の駆け込み寺じゃん。そうだよね、怖いよね。はるかからしたらね。どうしたんだ、はるか。自分の大切な人刺した人だからな。よ、久しぶりだな。この前はすいませんでしたでしょ。浜崎生きてたんだ、まさかの。え、すごいな浜崎。撃つ？はるか、とどめ刺しとく？いやでもなんか復讐に来たんじゃねえかとかいろいろ勘ぐっちゃうよね。でもあれだね、極み1の頃とかさ、はるか相当肝据わった子だったけど、普通の生活が長いからか、ちゃんとした普通の感性の女の子になってきたな。迷惑かけちまって。すごいな、治療してあげるんだ。あの子は？ああ、はるかか。本当にごめんねって言わなきゃ。嫌いなんだろう。なるほどな。まあ、無理もねえ。無理もねえじゃねえよ。ところで浜崎、お前、もっと反省しろ。脱獄してきたのか。どうして脱獄なんかしたんだ。そんなことをしてもまた罪を重くするだけだ。そうだろう。お勤めしっかりしなきゃだよ。何日か前、西島という男がここを訪れた。その時お前の名前を口にしていたんだが。その話本当か？ああ。そうか、西島のやつちゃんと生き延びていたのか。そうか、やはり知り合いなのか。ああ。それで西島はどうした？ちゃんとカムロ町には行けたのか？ああ、向かった。その後無事にたどり着いたかまではわからないがな。そうか、そうか。お前、あの西島って男とはどういう関係なんだ？兄弟だ。やつは俺の兄弟分だ。兄弟？あっちが兄ね。キル、あんたにどうしても頼みがある。何してるんだお前。俺は兄弟を男にしてやりて。だから頼む。俺の最初で最後の頼み、聞いてくれ。カムロ町に行ってくれか。どうせね。なんか持ってたもんな浜崎。何かしらの書類を持ってるんだろうな、今回の話に関わる。頼みというのは何なんだ？ああ。話せば長くなるんだが、実はあの西島って男は、今から25年前に起こった上野清和会総長、上野義春襲撃事件の実行犯だった男なんだ。上野義春襲撃事件？それってあの？ああ、あんたもカムロ町で生きてきた人間なら話くらい聞いたことあるだろう。そう、あの18人殺しの犯人があの西島なんだ。違ったけどね。そうだったのか。俺と西島はつい先日沖縄の民間刑務所の署内で知り合った。あれってならない？これえ、兄弟って言ってなかったってならない？民間刑務所？ああ、正式名称は沖縄第二刑務所。
国が極秘裏に民間委託している刑務所施設がこのすぐ近くに場所にあるんだ。知らなかったか。結構近いんだな。ああ、そんなものが沖縄に。表向きは更生施設って肩書きなんだが、中身は全国から作為的に集められた極道関係者の吹き溜まりみたいな場所だ。西島は数日前、留置先の東京刑務所からその施設に移送されてきた。そこでお前と知り合ったと。ああ、そうだ。それでお前は西島と脱獄を企てたのか。まあ簡単に言えばそうなんだが、そもそも俺が脱獄する時のパートナーとして西島に近づいたんだ。どうして西島を選んだんだ。西島って男が半端ないほどに強いってのもあるんだが、一番の理由は俺が25年前の事件の真相を知っていたからなんだ。あ、西島がやったわけじゃないって知ってるんだ。事件の真相だと。そらあの段階で語らせるわけにはいかねえな。浜崎に25年前、西島はあんたもよく知るあの真島と兄弟関係にあった。もともとあの襲撃事件は真島と西島が二人でやるはずの計画だったんだ。島コンビね。真島の兄さんと西島がアイランドブラザーズだが、襲撃の当日真島はやってこなかった。俺はその事実を利用し西島をそそのかした。なるほどな。それで西島は復讐すると言っていたのか。でもな、真実は違う。実は西島を裏切ったのは真島じゃねえんだ。西島と真島は二人ともはめられていたんだ。誰にだ。当時東上会系の三次団体の組長をしていた柴田という男にだ。俺はそのことを西島に伝えないまま西島と別れてしまった。あんたの頼みというのはそのことに関係しているのか。そうだ、俺は何としても西島にその真実を伝えてやりてえんだ。どうしてそう思うんだ。このままじゃ西島は兄弟分だった真島と殺し合いをしてしまう。まあ殺し合いはしてたけどね。それに、まあ、西島は俺が惚れた男だからだ。いや弱いな。弱いです。確かに俺は西島を自分の脱獄に利用するために近づいた。だが脱獄する時も奴は常に俺のことを信じてくれていた。こんな俺のことをな。俺の人生は人を裏切り裏切られの連続だった。そんな俺を信じるって言ってくれたのは桐生さん、あんたとあの西島だけだったんだよ。秒で裏切ったけどね。浜崎、俺は西島ともう一回一から渡りよ都政をやり直してんだ。ちゃんとした兄弟分としな。ちゃんとお勤めしなきゃダメだよ。お前は死刑囚じゃないんだから。だから頼む、あんたの力を貸してくれ。まあでも真実知ってるってことは、西島が死刑囚にならないってことを分かってるんだよね、浜崎は。その上でなんだろうな。話は分かった。だが疑問がある。ああ。どうして俺に頼むんだ。お前が直接伝えればいいことなんじゃねえのか。それはどうした、何かあるのか。なんぞ。お、急なカビカビムービー。ヘイジアン。俺が脱獄した後、サスとの取引に使おうとしていた物だ。沖縄第二刑務所なんて限りなく非合法に近い施設が生まれた経緯と、その資金面での金の流れが書かれている。これは神宮極み1の時の、今から5年前はるかのお父さんだね。あんたも関係したあの東上界の消えた100億事件、実はあの事件で動いていたあの金も、沖縄第二刑務所設立の裏資金となるはずの金。あ、すごい後付けっぽい。みんな大嫌い神宮恭平。どういうことなんだ。どういうことなの。つまりもっと目ん玉飛び出すような話にして、浜崎。俺は1年前、東上会の若頭補佐をやっていた頃、警視庁の上層部が大量の裏資金を溜め込んでいる事実を知った。あれか、北大路金屋か。当時取引していたジャカ経由の情報でな。あの中国マフィアか。あの中国マフィアか。ヒューチャーにとってジャカはなかなかの因縁でしょ。ああ、ジャカは数年前から警視庁のある幹部と取引をして、海外の金融施設機関を使ってのマネーロンダリングを担当していたんだ。警察が手にしていた裏金を表立って使えるようにしていたのか。
その裏金の目的は、ある警視庁幹部理想郷の創造のためだ。理想郷だと？それが沖縄第二刑務所だというのか？ああ、警察は極道関係者の受刑者を集めた施設を作り、そこで犯罪者と取引をしようと計画を企てていたんだ。お、神山は極道関係者じゃないでしょ。あの人ただの変態武器マニアだだけで。どういうことだ？作為的な犯罪のコントロールだ。つまり受刑者にわざと犯罪を起こさせ、それを取り締まろうということだ。まさかそんなことが。その幹部一味が警察組織内部で転送を稼ぎ、強大な権力を握るための計画ってわけさ。じゃあ神宮が東上会にロンダリングさせていたあの100億はさらにその裏で警察に流れようとしていたと。まあでも確かにあの100億って結局何だったのっていう部分は分かってなかったもんな。俺も知らなかった事実だ。当初俺は刑務所長から警察の裏金の証拠を奪い、それを使って警察と取引しようと思っていた。脱獄後の身の安全のためにな。だがその資料にはもっと驚くべき事実が書かれていたというわけだ。正直ここまでのネタになると俺の手には負えねえ。まあね、そうだね。危ないね。かなりね。逆に危ないよな。警察と取引しようにも逆に一瞬で消されちまう可能性が高い。だから取引を諦めた。それでこのファイルをあんたに託したいんだ。へへへ。ヒリュウちゃんも人間だからね、一応。モンスターと思ってるかもしれないけどね。あんたは5年前の事件の当事者だ。あの騒動であんたは自分の兄弟とも戦う羽目になった。ああ、そこまで分かってんだ。それに。どうだ、キリュウちゃん的には断りたいんじゃないか。おい、キリュウ。なんとか言えよ。おい。どうして、どうしてお前はこのファイル、俺に見せたんだ。だから俺の代わりに神室町に行って、佐島の兄弟25年前の事件の真実を。それだけじゃないだろう。それじゃお前はまた無償に逆戻りだ。正直に言ってくれ。何が目的なんだ。話聞いてあげんの優しいな。海を泳いできたんだったらもうそのファイルふやふやじゃないの。これを見てくれ。大丈夫？何書いてあるかわかんねえよってことや。綺麗だな、ファイル。2010年4月、神室町壊滅、神室町ヒルズ上野清和会警視庁。俺らがいなくなっちまった東上会で今とんでもねえことが起こってるんだ。俺はな、キリュウ、あんたにもう一度あの町の頂点に立ってもらいてんだよ。天崎、なんやかんやいい味出してるね。俺たちが命かけてきた登場会が、お前は大したことしないだろ。なくなっちまうんだ。お前がやったことって中華料理屋爆破した頃くらいしか知らねえよ。大悟ずっと頭抱えてるもんね、登場会に対して。どうしようこの組織って。まあ大悟の力になってあげてほしい気持ちはちょっとあるけどな。翌日2010年3月9日。あ、おじさん、ただいま。おー、おかえり。どこ行ってたの。ただいま。ただいま、おじさん。綾子、浩二、太一。うん、おかえり。どうだった林間学校は。すげえ楽しかった。林間学校ってことは普通に沖縄内なのかな。あ、でも沖縄内で林間できるとこってあんのかな。なあ、コージ。うん、おじさんも一度行ってみなよ。どういうこと。何を林間学校に行った場所になのか、林間学校になのか。あやこは修学旅行どうだった。あやこは修学旅行なのか。似合わねえボストン持ってんな。うん、楽しかった。金でも入ってんのか、そのボストンバッグ。ねえねえ、おじさん、あの人は慣れてんな。山崎さんだ。お前らも大概。俺の昔からの知り合いで。ダメ、近寄らないで。いや、まあそうだよね。はるかとしてはそうだよな。はるか、姉ちゃん。この子たちに近づかないで。はるか、おじさんは黙ってて。私はね、この人のこと許したわけじゃないの。そらそうだわ、そらそうなのよ。当たり前だよ。おじさんは忘れたの。この浜崎って人は1年前おじさんのこと刺したんだよ。私、それ目の前で見てたんだよ。ふん、そうだよな。ふんじゃない。俺は悪党だもんな。
浜崎。やっぱ人に嫌われる覚悟がないとね。悪かったな、はるかちゃんよ。その子たちに近づこうとして。でもちゃんと、なんというか。はるか、もういいだろ。よくない、いいわけないじゃない。おじさんは本当に浜崎って人のこと信用してるの？どっけが抜けたというか。してるよ。もういい、もう私おじさんがどうなっても知らないから。なこと言うなよ、はるか。いやでも、はるかの気持ちはよくわかるな。当たり前だよな。大切な人が、急やな。大切な人が死ぬっていうのは、はるかにとってはすごいことだからね。やっぱそれがまた起こるかもって思っただけで怖いだろうしな。アジトにいる間は体力が回復します。てか、沖縄にアジトができるんだ。もうてっきり、ダイレクトカモロ町かなって思ってたけど。浜崎どういうことよ。なんか言え。はるか追いかけろってことか、これは。あーるかちゃん。あ、いたいた。近いんよな、みんな。いつも思うけど。飛び出していった先が近いのよ。はるか、ごめんごめん。ほんとごめん。新しいサンダル買ってやるから。おじさん、また東京に行くんでしょ？おかしいよ、おじさん。どうして、どうしてあの人のことを信用できるの？俺もそう思う。普通は無理だよな。あの浜崎って人はおじさんを刺したんだよ。おじさんあと少しで死んじゃうとこだったんだよ。私はあの人を信じられない、信じられないよ。ごめんな、クビュー。おじさん、私やっぱり怖い。あの浜崎って人見てるとどうしても思い出すの、1年前のこと。あるか。私いつもおじさんの言うこと聞いてきた、信じてきた。でもね、今回だけは不安なの。おじさんが東京に行っちゃったらもう戻ってこないような気がして。お前、昨日の夜の話聞いてたの？おじさんは5年前の事件のこと知りたいかもしれないけど、私はそんなことどうでもいい。どうでもいいって。お前はあの事件が原因で父親や母親を失うことになったんだ。俺も錦や風間の親父さんを失った。もし、あの事件に、俺や遥が知らない何かがあるとしたら、それを突き止めたいと思うのが普通なんじゃないのか。思わないです。普通の人間は思わないよ、キリュウちゃん。でも、私はこうしておじさんとここにいられれば、それでいい。そうだよね。今の生活が好きなんだろうな、遥は。それだけでいいの。遥。安心しな。近づくな、近づくな、もう近づくな。もうちょっと遠目から行け。近い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 。キリュウは東京へは行かない。それに俺も今すぐここを出ていくよ。浜崎、もう決めたんだ。俺は冴島に真実が伝わりゃそれでいい。それは他の誰かに頼むとしよう。だからキリュウさんよ、あのファイルのことは忘れてくれ。無茶言うな。あんたにはここでの新しい生活があるんだろう。この男は行くよ。でもそれじゃお前が。心配すんな、俺は結構しぶとい。獄中で冴島の帰りをゆっくり待つとするよ。浜崎、俺はそうはいかない。何かが起こると見た。これから警察署に行こうと思うんだ。そうか、ファイルだけ残して。決めた以上は早い方がいい。じゃあな。ちょっと待ってくれ。警察の場所は分かるのか？ガキと一緒にすんなよ。沖縄には来たことはないが、大体目星はつくさ。いや、俺も行く。いろいろあったが、同門のけじめ見届けたいんだ。あ、まあそうだね、一応登場会だもんな。好きにしろ。これなんか浜崎消されそうになるんじゃないの？大丈夫かな？そろそろ出発するか。いやいや、ちょっと待って。今できることって別にないよね。今なんか どっかお散歩とか沖縄の方に行ったりとか、琉球街に行ったりとかできないよね、さすがに。いけない。よし、じゃあ行こうか。いや、準備も何も。ああ、行こうか。
まあちょっとはるかには申し訳ないことをしたよね。てかお前誠心誠意土下座ぐらいしろよ浜崎。本当にいいのか。ああ、あんたにこれ以上迷惑はかけられない。西島兄弟への連絡はこっちで何とかする。まあね、ワンちゃんお前死んでたもんな青崎。てか死んだと思ってたもん。やだ、どうして取り合ってもらえないんですか。嘘でしょあ、この可能性抜け落ちてたわ。兄は沖縄の刑務所にいるはずなんです。脱獄しましたですから沖縄に第二刑務所なんて施設はないんです。いい加減にしてください。あるんだよな。本当なんです、話を聞いてください。だから聞いてますって。ああ、ですから何度も言いますけど、あなたのお兄さんが沖縄刑務所に移送されているという事実はありません。そんなはずありません。もう一度西島大河の所在を調べてみてください。お願いします。なるほどね、こうなるのか。これ以上調べても同じです。とにかくもうお引き取りください。ちょっと待ってください。やーすっこちゃん、あんたもしかして西島大河の知り合いか。ええ、大河は私の兄です。ラッキーだねやすこちゃん、桐生ちゃんに会えて。ちょっと警察署の前では都合が悪いな浜崎。早くもしよければ少しお話を聞かせてもらえませんか。早く身を隠せ。もしかして兄のことで何かご存知なんですか。ああ、場合によっちゃあんたの力になれるかもしれん。とにかく人目のつかない場所に行こう。お付き合いいただけますか。はい。怖いよね。でもね、人目のつかない場所に行こうってこんなこわもてのおじさん二人に言われたらもっと警戒した方がいいよ安子ちゃん。ここだよ、ここ。あれか、もしかしてあの赤いスーツの人の誰だったっけ、元組かな。ここは1年前とある騒動に巻き込まれた時に戦った組織のアジトだ。今空きビルになっている。誰が家賃払ってんだよ。ここなら人目につかないはずだ。玉城か。それじゃあ話を聞かせてもらえませんか。お互い情報を交換すればあなたのお兄さんにたどり着くかもしれない。わかりました。あなた西島大河の妹さんと言ったな。はい、私は西島康子、大河は実の兄です。兄とは25年間離れ離れでした。25年前にとある事件を起こして刑務所に入っていたんです。でも何度刑務所に面会を申し込んでも許可されることはありませんでした。25年、毎日毎日通い続けたのに。そしてつい先日、兄が移送されるという情報を手に入れたんです。その移送先というのが沖縄第二刑務所ということでした。その情報を聞いてすぐに私は東京の神室町からこの沖縄に来たんです。でも沖縄の警察に聞いても沖縄第二刑務所なんてないって。それがさっきの騒動か。ええ、私どうしたらいいのか。安子さんって言ったかな、沖縄第二刑務所は実在するぜ。え、本当ですか。ああ本当だ、そこにいた俺が言うんだからな。あそこは刑務所とは言っているが公的な施設じゃないんだ。民間刑務所という特殊な建物なんだ。民間刑務所、怖すぎる響きだよな民間刑務所って。まあ詳しい説明は後にする。それよりもっと重要な話だ。俺はあんたの兄さん西島大河を知ってる。え、兄を。ああ、そしてもう一つ、西島大河は今沖縄にはいない。おそらく今は神室町だ。数日前俺と一緒に脱獄したんだ、その民間刑務所をな。脱獄の翌日、あんたの兄さんは俺の前に現れた。そしてどうしても神室町に行かなくてはならない、だから金を貸してくれと。残念ながら入れ違いになったようだ。そうですか、神室町に。こうしてはいられません、すぐに神室町に戻ります。まあまあまあ、待ちいや待ちいや。なんだ、どういうことだこりゃ。どうした。変な連中が大量にビルに入ってきやがった。変な連中、刺すかもしれん。どうする桐生。
何？お前 GPS でも読み込まれてるのか？説明するのに時間がかかる。とりあえずここを出よう。はい。まあ浜崎においては説明のしようもないもんな。ただの脱獄囚だから。うわあ出たそ。間に合わなかったか。斉藤？うわあやだ、もうこいつと戦いたくない俺。警察じゃない。誰なんだこいつらは。浜崎説明しろ。ヒルちゃんに分かるように。あの男。斉藤くんだよ。お前マジで元気だな。探したぜ浜崎。殺しとくか。どうやって見つけたんだよ。まさか生きていたとはな。いやー冴島の落ち度だよこれは。こいつ殺しとくべきだったよマジで。その女が冴島に会いてえって警察に飛び込んできた女は。あーなるほどね、そっからか。浜崎、こいつらはあの沖縄第二刑務所のクソ刑務官だ。普通の刑務官じゃねえ、何でもありの連中だ。何でもありはこっちもだよ。脱獄犯がよく言うぜ。なあ頼む、俺は今から刑務所に戻るつもりだ。だがこの二人は関係ねえ。ここは見逃してやってくれねえか。そうはいかねえ。お前は殺さないでおいてやる。後で無所の懲罰棒できっちりしごかねえとならないからな。取られちゃう。だがこの女は見逃すわけにはいかねえ。どういうことだ、お前らがよくあんのは俺だけだろうが。さあね、うちの刑務所長の命令だ。何としても冴島大河の妹を捕まえてこいってな。どうして私を？くそ、どうなってんだ浜崎。あ、安子さんを頼む。あ、何言ってんだ。俺がこいつらの相手をする。お前は安子さんを守りながら俺の後ろからついてきてくれ。わかった。悪いがあんたたちの相手はこの俺だ。あ、誰だお前。俺も10年近く無所にいたことがあってな。お前らがただの刑務官じゃねえってことくらいわかるんだぜ。おとなしくしねえと謝って殺してしまうかもしれないが、それでもいいのか。安心しろ、俺はそこまでやわにできてねえ。殴りがいがあるぜ。まあいい、あんたには用はねえ。さっさとくたばってもらうとするか。やれ。いや、嫌だ、本当に嫌です。絶対強いもんこの人。いきなりボス戦の音楽だもん。やだな。うわ、しかもなんかご丁寧に回復アイテム置いてある。回復アイテムとか取りようがないよね。キリュウのバトルスタイルね。まあいつも通りだよな。おいおい。まあ敵の数が多いとこうやってちょっとすでに速くない、キリュウちゃんの攻撃。あ、しかもちゃんと堂島の竜スタイルというか、あれだな、なんていうの、ほらもう斎藤動きおかしいもん。よいしょ。いやでもどうなんだろうな。うちち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 ち斉藤に、いやーきつい、やっぱきついわ。ヒートアクションの決めようがね。おお、とりあえず斉藤だな。斉藤どうにかしねえと。うわ、キモいんだよなこいつマジで。めっちゃ強え、マジで強いのよこいつ。もう殺そうここでどうにかして。え、まだ続くんすかこれ。あ、1階に向かうのでいいのかな。あーなるほどね、これ絶対まだ戦うやつじゃん、めんどくせえ。あ、斉藤、斉藤貴様、俺いいもん持ってっからな。ほら体力めっちゃ増えてんな、体力めっちゃ増えてんな。とりあえずできるところない。近づいてくんな、近づいてくんな、怖えから。よしよし、ぽいやってやろうじゃねえか。スースーでもね、キリュウちゃんがね、ちょっともうすでにいろんな技術習得してて、ちょっと強いんだよね。アークザラット2のアーク一味みたいな感じなんだよな。レベル60ぐらいあるのよ。お前たちは先に行け。いいんですか。後の処理は俺がやる。だからあんたは一刻も早く冴島のところへ。浜崎さん。お前どういうわけかわからんが、安子さん、あんたも命を狙われてるようだ。
いやでも浜崎もこれ殺されちゃうよ戻ったら。キリュウ。ああ分かってる。俺も一緒に神室町に行く。すまねえな、あの子供たちを裏切るようなことをさせちまって。俺はお前に頼まれてするわけじゃない。神室町に行くのは俺の意思だ。早く行け。こっちのことは心配するな。ああ行こう、安子さん。はい。浜崎さん、ありがとうございました。兄にあなたのような親友がいたこと誇らしく思います。いやこいつろくでもねえよ。やめてくれそういうの。兄には必ずあなたのこと伝えます。いいから行け。真島の兄さんが嫉妬しちゃう。行こう。なんやお前、俺以外にも兄弟作ったんか。どうした、どうした浜崎、大丈夫か。え、いつ。俺も山になっちまったみたいだな。いやもう十分です。撃たれて海泳いで沖縄までやってきたんでしょ。ええ、どうせなら生き延びてほしいな。二章、神室町へ。また戻ってきちまったよ。呪われた町に。あ、谷村。これ、え、嘘でしょ。そうなの。なんだよ。おい、もう行くのか、まーちゃん。え、何があったの。ちょっと待って、何があったの。今までいろいろと迷惑かけたな。何言ってんだよ、水臭いだろうが。しかしお前の父親の死が警察内部の手によるものだったとは驚きだよ。え、教えてくれるよね、何があったのか。ああ、何かすっきりしねえな。これじゃお前の親父さんも報われない。長さん死んで手拝んでんのかと思ったじゃんか。そんなことはねえよ。被災課長も杉内さんも長い間苦しんでいたんだ。そうかな、被災課長そんな感じしなかったけどな。宗像や桂木といった連中に使われながらな。彼らは人生の大半を他人のために捧げ続けた。だが結局最後は自分の意思で行動した。え、警察官としての自らの正義のためにな。まーちゃん、え、なんか俺見逃してるとかないよね。杉内さんは自分が25年前の真実を話せば殺されることを知っていたはずだ。だが俺に真実を話した。それを分かってたんならお前あの場所はまずいだろ。もっと閉じた場所に行けよ。被災課長も自らの命と引き換えに長さんとメイファ、それに俺を救おうとした。何、ああ自殺したのか。だからあの被災って男はここで自分の頭を打つ前に電話の相手に二人始末したと言っていたのか。あーなるほどね。はい、もう始末しました。あの二人持ってあの北王子金谷に伝えた後に自分の頭打ったんだ。ああ俺が死んだことにしたんだろう。宗像からマークされないようにするためにな。課長、被災さんは俺に自分の果たせなかった警察官としての正義を託したんだ。その宗像を倒せということか。ああだから口をあれなんだな、塞いでたんだな二人の。だが相手は警視庁でも一番の実力者なんだろう。どうやって戦うって言うんだ。警察の力は借りられないだろうからな。よ、こんにちは秋山さん。いやいや、なんかすごいことになっちゃったみたいだね。ええ、でどうしました。わざわざ来るなんて何かあったんですか。うん、あ、まあちょっとね。ん、なんかさ、急に検察の連中がやってきてさ、店家宅捜査されちゃってね。店追い出されちゃった。え、スカイファイナンスか。容疑は
お強要補罪とかなんとか、俺は客に金を貸すときに無理やり条件を出して、相手が嫌がろうが絶対そのテストを受けさせてたんだと、それが嫌がる行動を客に強制したっつって罪になるんだってさ検察が言いそうなことだ。いやー、それで行く当てなくてここにお邪魔したわけなんだけどさ、タイミング悪かったみたいだね。出直そうか。てかそっか、花ちゃんって今いないのか。出てっちゃったんだもんね。いやー、ちょうどいい。秋山さん、あなたに協力してほしいことがあります。これ主人公たち集う感じなのかな。ラストは絶対4人集まるよね。13日17時、来ちゃった、また戻ってきちゃったよ2人とも。一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。動物としての勘ですか。全然普通じゃねえわ、この警察の量。なさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前に、あんたに言っておきたいことがある。ちょっとついてきてくれ。龍が如くスタジオの皆さん、頼むから合わせてあげてね。冴島大河と冴島靖子、頼むよ、本当に。まずはニューセレナに向かおう。長い間俺が拠点にしていた店だ。安子さん、まずはこの町の拠点に向かう。安心してくれ、昔から馴染みにしている店だ。はい、わかりました。ニューセレナって今営業してんのかな。このゲームで行くのは初めてだけど、もうスカイファイナンスねじろにしようぜ。あー、なんかちょっとなんか、おー、なんすか。トラック、このビルで引っ越しか何かか。いや、今そんなこと構ってる場合じゃないでしょ。これガサ入れなのかな、スカイファイナンスの。とりあえずニューセレナ入るっていいのかな。話しかけるだけ話しかけてみる。裏の階段の最上階にあるスカイファイナンスだ。そこの店にある資料はあらかた持ち出すんだ。何か言われても検察の差し押さえって話はついてるんだ。さあ始めてくれ。検察、何かあったのか。秋山も持ってるのか持ってないのか分かんない男だな。ニューセレナってこんなおじさんだったっけ。あ、いらっしゃい。伊達さん。キリュウ。え、何くっついたの。久しぶりだな。ママとくっついたってことなのかな。どうしたんだお前突然。ちょっとまたやらなきゃならないことがあってな。はるか怒ってるでしょ。厄介事か。厄介事以外にないよ。まあな、冴島靖子さんだ。バケやって一緒にいる。どうも。はじめまして。どうも。えらい美人だな。どういう関係なんだよ。おお、やぼだろう。行きがかり上知り合っただけだ。別にどうって間柄じゃない。また狭山から、ここと、メールが届いちゃう。ところで、ママは。なんか実家で不幸があったみたいでな。1週間ぐらい実家に帰ってる。あんた行かなくていいの。それで伊達さんが留守番してるってわけか。俺もいろいろ仕事があるってのに迷惑な話だよ。常連客のためにどうしても店を開けておきたいんだとさ。まあ俺もそれで助かったわけだ。ところでキリュウ、一体そのやらなきゃならないってことってのは何なんだ。ああ、少し座って話そう。あんたのお兄さんを探す前にいくつか確かめておきたいことがある。はい。それで確かめておきたいことというのは何なんでしょうか。はっきり言う。どうしてあんたは人を殺すような罪を背負ってまで兄貴に会いたいと思っているんだ。え、なんだって。キリュウさん、その話はここじゃ。伊達さんなら大丈夫だ。この人はもともとは刑事だが信用できる人間だ。理由も聞かないまま警察に突き出すようなことはしない。今も分野なの、伊達さんは。な、そうだろ、伊達さん。ああ、まあそれはそうなんだが。伊達さんもいいように使われてるな。安子さん、正直に話してくれ。どうしてあんたはそこまでして兄貴にこだわるんだ。それは私にとってお兄ちゃんは自分自身のような存在だからです。難しいこと言ってる。自分自身。私は本当ならとっくに死んでるはずの人間なんです。それを救ってくれたのがお兄ちゃんなんです。説明してくれ。はい。キリュウさんたちは生体人移植って言葉ご存知ですか。腎臓移植したってこと。
ああ、腎臓を親族間とかで移植するやつだよな。よく聞く話だ。ええ、まさに私はその腎移植を受けた人間なんです。そうなんだ。ってことは何、冴島は腎臓が1個ないってこと？あんたが腎不全。じゃあその腎臓を提供したドナーが兄さんだったってことか。それであんた兄貴に恩義を。だが兄弟間の移植手術ってのはそんなに珍しい話ではない。言っちゃ悪いが、それくらいのことでそこまで恩義を感じる必要はないんじゃないか。いやでもまあ恩義は感じようよ。違うんです、そんなに簡単な話じゃないんです。違う？どういうことだ。私の腎臓は兄のものじゃないんです。兄の腎臓は適用外だったんです。あ、そうなんだ。血液型とかが合わなかったってことか。ええ、まあそれはそうなんですが。どうした？他に何か理由が？安子さん、そんな催促したんだ、喋ってくれるから。あんたもしかして冴島と血のつながった兄弟じゃないんじゃないのか？あ、でも実の妹って言ってなかった？え、小手さんいい反応するな。そうです、兄と私の間に血のつながりはありません。兄は父の連れ子、私は母の連れ子です。なんだって？じゃああんたどうやって人職を？兄が私の実の父親、死んだ母親の元夫を探してドナーの提供を頼んでくれたんです。冴島が。私の血液型は少し特殊なものでした。移植にはどうしても血縁者のドナー提供が必要だった。それを知った兄は家を飛び出し、来る日も来る日も私の実の父を探し続けてくれた。兄がまだ15歳の時の話です。15歳で？私はもう諦めていました。死んだ母から実の父は酒に酔い、女に乱暴するどうしようもない男だと聞かされていましたから。ちゃんと正しい手順踏んでるかな、冴島。そんな男ならもうとっくに死んでいるかもしれない。もし生きていたとしても、そんな男の腎臓をもらって生きながらえるなんて私にはできない、そう思っていました。でもお兄ちゃんは諦めなかった。何があってもお前を守る、そう言ってくれました。それで父親は見つかったのか？はい。どこにいたんだ？関西です。父は近江連合という組織の下で極道まがいのことをして生きていました。そんな無理に極道に絡めなくても。近江連合だと？本当に聞き上手だな、伊達さんは。ええ、兄は私の父が極道だと知りながら単身関西へと行きました。しかし脅されたのか？はい、相手は本物のヤクザ。兄の話を聞いた父は人移植の代わりに多額の金を要求してきました。いくらくらいだ？当時の額で3000万。おお、ふっかけたね。3000万、そんな額15やそこらのガキが用意できるわけないじゃないか。本当にいい反応するね、君。その通りです。兄は路頭に迷った挙句、田村町でチンピラ相手に喧嘩をふっかけ、金を工面しようとヤッキーになっていました。そんなことか。そんな兄を救ってくれたのが笹井さんという登場会の方でした。はあ。兄は笹井さんの組に入ることを条件に3000万というお金を用意してもらったんです。それが冴島がいた笹井組なのか。兄はもう余命いくばくもなかった私を見捨てず、最後まで面倒を見てくれました。それは冴島のためならどうにかしてあげたいって思うよね。学校の先生になるという自分の夢も諦め、高校にも行かず極道の道へ。あれと先生になりたかったの？私の人生は兄によってもたらされたものなんです。だからあんたにとって冴島の存在は自分自身だと？そうです、私にとって兄は全てなんです。今自分がこうして生きていられるのも兄が私に生きる希望を教えてくれたからなんです。正直言うと、兄が18人殺した犯人とか、そうじゃないとか、真犯人が別にいるとか、そんなのはどうでもいいです。私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。こんなん聞いたらもう、あんたにはここで待っていてもらう。助けるしかないよね。少しこの店で頭を冷やした方がいい。え？あ？何言ってんだキリュウ。こんなに切実に会いたがってるってのに。安子さん、もし冴島がすでに死んでいたとしたら、あのモンスター死なないよ。どうするつもりだ？死ぬ気なんじゃないのか？
さっきあんたは冴島のことを自分自身だと言った。人間誰しも依存はする。誰かの支えや愛がないと生きてはいけない。でもな、あんたの場合、兄貴の存在そのものが自分自身が生きていることの意味になってしまってるんじゃないのか。確かにあんたは不幸かもしれない。両親を失ったことで幼い頃から辛い思いをたくさんしてきた。でもな、世の中不幸だからって何をしてもいいってわけじゃないんだ。すまない、俺も人のことを言えた義理じゃないんだが。キリュウ、説教するつもりはないんだ。だがな、俺はあんたのその純粋な気持ちだけで起こした行動が正しいものだとは思えない。あんたは冷静さを失ってるんだ。だから俺が先に行って冴島が今どこで何をしているのか確かめてくる。冴島は責任を持って俺が探す。必ずあんたに冴島を引き合わせる。頼むよ。これ以上あんたに無理をしてほしくないんだ。それでいいか。お願いします。わかった。安子さんのことは頼んだ。ああ、わかってる。伊達さん聞き上手だからいろんな話聞いてくれると思うよ。安子さん、アジトが使用可能になりました。やったぜ。セーブアイテムボックス、回想リザルトが利用できます。アジトにいる間は体力が回復します。冴島を探せ。おい、ちょっと待ってくれ、キリュウ。どうした、伊達さん。ああ、ちょっと伝えたいことがあってな。店じゃちょっと話しづらかったんだ。安子さんのことか。そうだ、部活に情報を与えるとまた厄介なことになるかもしれないからな。そうだな。それで情報ってのは。お前は神室町に来たばかりだからわからんかもしれんが、ここ数日妙に町が騒がしいんだ。冴島に関する話か。それは冴島がここに来たからか。それもある。だがそれだけじゃないらしい。数日前の話だ。あの真島が冴島と会ったそうだ。おお、真島の兄さんが。ああ、話によると町中に部下をずらっと並べて冴島を警護したそうだ。そうか、もう会ってしまったのか。伊達さん、真島の兄さんの居所はわかるか。急いで会う必要がある。冴島のことだけではない。真島の兄さんなら東条会や神宮を裏で操っていた警察内部情報も掴んでるかもしれない。なんだそれは。今は詳しくは話せないが、俺たちが知らないところで登場会がある人間たちに狙われてるらしい。どちらにしろ真島の兄さんに会って話をしておく必要がありそうだ。そうか、真島は今ミレニアムタワーに拠点を持っている。最上階だ。わかった。ん、あ、ゆうやじゃない、あれメールか。はいはい、メール。誰から。誰、4年前の決着、桐生へ吉田バッティングセンターへ来い。4年前の決着をつけようじゃないか。ひねくれカーブ。なんかめんどくさいの、めんどくさそうだなこれ。4年前、心当たりがありすぎて誰だかわからんな。吉田バッティングセンターへ来いか。まあ行けばわかるだろう。来たぜ、ミレニアムタワー。あ、何してんの兄さん。まあ逮捕されるようなことしかないんだけど。真島の兄さん、真島の兄さん、キリュウちゃん。おい、どこへ行く。勝手に動くな。兄さん、何したの。何があったんだ。うまいことはめられてしもた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。大吾や。なんだ。大吾、堂島大吾や。大吾が。おい、勝手に話すな。そこの奇妙、下がりなさい。オウム執行妨害で逮捕するぞ。何もしてないだろうが。
急ぎや桐生ちゃん、全部の事件はつながっとる。25年前のやつも100億の事件も安子ちゃんのやつもや。なんだと。安子、このままやと、ああ、俺らの登場会が潰されてまう。柴田組殺したやつか。今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。どういうことや、兄さん。あ、ここまでか。バス船来たけど、何？なんだ？すみません。龍が気流一馬さんですね。うん、なぜ俺を。メールは読まれたのでしょう。さあ、中へどうぞ。こんなんあったっけ？全く覚えてないんだけど。遅かったな、気流さんよ。お前は？ああ、覚えてねえだろうな。だが俺は忘れてねえ。ごめん、本当に覚えてない。4年前、この場所だ。あんたは俺をこう呼んだ。ひねくれたカーブってな。誰？本当に覚えてないんだけど。そんなこと言ったか？ここまで言っても思い出さねえとは。く、温度差をひしひしと感じるぜ。ごめんなさい。本当に覚えてないのよ。全く覚えてない。ビーキングってチームでとここでやり合ったろ。俺はあのリーダーだ。カラーギャングかなんかの元な。ああ、チーム抜けようとしたタカシに焼き入れようとしたあいつらか。そこはちゃんと覚えてるんだ。4年前はただのチンピラだったが、タカシってあれか、花屋の息子か。4年前はただのチンピラだったが、ずいぶんいい身なりになったな。外の野獣馬もお前目当てなのか。このビーキングであったことを分からせるためだけに、首から上そうしてるでしょ。そうよ、どうせ知らねえだろうから教えてやる。俺は今や日本人メジャーリーガー馬場圭介だ。なんで？テレビだってしょっちゅう出てるぜ。ほう、そんな多忙な俺が、あ、なんや、てっきりなんかバス戦で会った野球選手系の人たちなのかなって思ってたけど、なるほどね、それは覚えてねえわ。こんなしけたとこに来てあんたを呼び出したか、わかるよな。4年前の決着だっけか。ああ、俺はあの日からずっと考えてた。あんたは俺を悪者扱いしたが、あの時筋が通ってなかったのは間違いなく高志の方だ。だからよ、俺は決めたんだ。あの日正しかったのは俺なんだと証明してみせるってな。それで野球選手なのか？どういう理屈だ？わかってねえな。世の中正しいことってのは結局力があるやつの意見なんだ。成功者に学べってよくあるだろう。成功者の言うことやることやってきたことは全て正解になるんだよ。力を持てば自分の考えが正義になるし正解にもなる。もちろん昔のあれこれだって成功への土台だ。ちょっと言ってることは分かるような気はしなくもないけど、成り上がることで俺の今までの正しいものだったと証明する。これがあるのやり方だ。やれやれ、相変わらずひねくれてやがるな。そうだね。と思い出したか。そうだ、俺はひねくれてんだ。でどうするんだ。まさかここで喧嘩するわけじゃないだろう。言っただろう、俺はメジャーリーガーババだ。野球勝負は野球でつけるぜ。簡単だ、今から10球投げる。そのうち1球でもジャストミートできればあんたの勝ち。どうだ。ずいぶん優しいじゃねえか。1回くらいはマグリでも当たるぜ。なめんなよ、俺の殿下の宝刀をひねくれたカーブ。打てるもんなら打ってみ。よし、1球で終わった。一球で終わったんだけど、俺の勝ちだな。やっぱただものじゃねえわ、あんた。メジャーリーガーでもこの球打てるやつはあまりいないんだけどな。一球目だったよ。おい、えい、マイク。Yes。これから武者修行に出る。チケット押さえろ。そのマイクって人、違法賭博とかしないよね。大丈夫？お前講座とか教えてないだろうな。おいおい、これからテレビや雑誌のインタビューが、yeah。 全部キャンセルだ。いいな。キリュウさん、次に会った時こそ俺が勝つ。おいでおけ。毎回忘れるわ。俺は負けたからってこのスタイルを変えるつもりはねえ。でも一球で打たれたことをなんかものすごく考えて、なんかちょっといろいろ深く考えた方がいいと思うよ。ひねくれ者にはひねくれ者なりのやり方があるってことをいつかあんたに思い知らせてやるぜ。いいぜ、いつでも来な。いつだって全力で打ち返してやる。
ひねくれ切ったカーブをな。へえ、じゃあな。やれやれ、桐生さんでしたね。うん、俺を言わせてもらいますよ。最近のケイスケはスランプ気味だった。それがあんな生き生きとした顔をするようになるとは、クソどうでもいいわ正直。どうやら優はケイスケにとって大きな目標のようです。次に会ってもどうか胸を貸してやってください。殴り合いの方が得意なんですけどね。これは今回でお礼です。どうかお受け取りください。真珠の木切れ、なんでだよなんでそんなもん持ってんだよ。では予定のキャンセルやらで方法に連絡を取らないといけないので、これで。大変だな、頑張ってね。ああ、あいつによろしく言っておいてくれ。なんだこれ何だったんだよ。お前の言いたいことはわかる。少し落ち着け、深夜。何がわかるって言うんですか、ゆうやさん。甘すぎるんですよ。これ何、これサブストーリーか、もしかして。ゆうやさんだってわかりますよね。バンスで客が逃げたらホスト持ちだって。ミスルだってそれを承知の上でバンスやってたんですよ。確かに駆け売りで客が飛んだら自腹を切る。今まで何人も見てきた。甘いってことは俺だって分かってる。だがミツルは勤務態度も真面目だったし、店の売り上げにもかなり貢献してる。この失敗を乗り越えればミツルも成長するだろうし、それは店の利益にもつながるだろう。だから少し力になってやろうと。で、駆け売りの500万、店が肩代わりですか。ミツルにはきっちり500万払ってもらう。ただし時間を、ただ少し時間をやるだけだ。あんたこれからもミツルみたいなやつを全員助けていくつもりですか。それで店やっていけるんですか。カズキさんはこんなぬるいことはしなかった。カズキ今何してんの。店の前で口論か。お、キリュウさん。キリュウさん、カモル町に戻ってきてたんですか。ああ、ちょっとやらなきゃならないことがあってな。連絡いただければご挨拶に伺いましたのに。いや、挨拶するためだけに呼び出せないでしょ。いいんだそんなことは、堅苦しいこと言う間柄じゃないだろう。ところで店の方はうまくいってるのか。若いホストと口論になっていたようだが。すいません。すいません、お恥ずかしいところをお見せしました。どうしたんだ。実はうちのミツルってホストが500万駆け売りしてた客に逃げられまして。よくある話だな。ミツルは真面目なやつで売り上げも良かったんですが、悪い客を引いてしまったみたいで、どうにか力になってやりたいと思ってるんです。そうか、ゆうやらしいな。やっぱ俺甘いんですかね。深夜にも言われた甘いってことは、和樹さんにも言われたことがあるんです。でも俺、自分の手で拾えるものは全部拾ってやりたいんです。ああ、すいません、変な空気にしちゃいましたね。仕事もあるんで店に戻ります。これでも神室町ナンバーワンホストクラブスターダストの店長なんで。話を聞いてくださってありがとうございました。心配だな。和樹は。和樹にも話を聞いてみるか。あ、いるのか和樹。久しぶりスターダスト。あ、なんか綺麗になった。ミラーボールクソでかくなってない。こんな元気玉ぐらいでかかったっけ。久しぶりだな。ん、キリュウさん。キリュウさん、ここに近づくまで気づかなかったのかよ。お久しぶりです。よかったよかった。カズキなんか田舎にでも帰ったんかと思った。ああ、元気にやってるか。ええ、ええ、まあ安心させてやれよキリュウちゃんを。ユウヤとシンヤのことか。ご存知だったんですか。常に問題抱えてんな、スターダストも大概。ああ、ついさっき店前で口論してるのを見かけたんだ。なるほど、それはお恥ずかしい、お恥ずかしいところをお見せしました。ゆうやは店長になってもクールになれないところがありまして。気にするな、ギラギラしていないホストよりはマシだ。あれくらい熱いやつの方が俺は好きだ。ええ、私もです。そんなゆうやを信頼してこの店を任せることにしましたから。A の駆け寄り問題、お前ならどうする。今はゆうやが店長です。ゆうやの決めたことを支持してやりたいと思いますが。どうした。大きなバンスには裏があることが多いですからね。あー、まあまあまあ、はいはい、なんとなくわかるよ。てか裏があるだろうね。裏か。いくらお客様が若くて人生経験のない女性だからといって数百万という金額をつけるというのは常識的じゃありません。だがホストの世界ではよくある話だろ。ええ、大体は売り上げを焦ったホストがお客様に無理強いして高い酒をオーダーさせるというパターンが多いですが、今回の一件、ミツルははめられた気がしてなりません。はめられた？誰に。さあ、でもたとえミツルがはめられていたとして、私がどうすることもできません。店のホストの不始末を解決するのは店長であるユイヤの仕事ですから。カズキは今オーナーなんだよね。
ミツルがどうなるかもユウヤの頑張りと気を次第ってことか。あいつは店長のホストクラブってこんな感じなの？あいつは店長としてやっていくには優しすぎるのかもしれません。そうか。まあどうにかしてあげたいけどね。ユウヤは優しすぎるか。確かにそうかもしれないな。うん。遠目に見かけたから自信ないけど絶対に深夜だって。なんだなんだ。そうそう、スターダストのめっちゃ怒鳴って電話してて。うん、別に。そのままワタミの方に歩いていった。なんかお店の時と雰囲気違って超ショック。おーん、深夜に何かあるってことか。ワタミか。確か中道通りにあったな。深夜とかいうホストはその近くにいるかもしれないな。ワタミってあれかな、養老の滝とかがあったところへんかな。ん、たくん、岡野がカムロ町に来てんじゃねえよ。今お前が見つかったら俺のマークはパーじゃねえか。なるほどな、こいつがやっとんか。だって新薬に会いたかったんだもん。これぐらいなんかこんなことぐらい見抜けるようになってほしいよね。スターダストも毎回こんな目に遭ってない？狙われすぎでしょ。ああ、はいはい。ていうかくっそ、マジで計算外だ。普通500万もバンス背負ったら闇金からでも金借りさせて即クビだろ。ユウヤがあそこまでぬるいとは思わなかったぜ。話は聞かせてもらいました。ねえ新薬くん、私新薬くんの役に立てなかったの？全然役に立ってねえよ、バカかってめえ。これでミツルがクビにならなかったら何のためにお前をミツルを客として近づけさせたか分かれやしねえ。新薬くん、マジで邪魔なんだよミツルが。みんなしてミツルミツルって。くそ、とにかくあいつを潰す方法を考えねえと。今自分の身の心配した方がいいぞ。やはりカズキの読み通りか。あ、なんだってめえ。スターダストの深夜だな。あ、何言ってんだよおっさん、さっさと消えろよ。おとなしく一緒に来てもらおうか。深夜くん、深夜くん、絶対今の話聞かれてるよ。あ、平気平気、こんなしょぼいおっさん。おお、言っちゃった。一発殴れば黙るって。なあおっさん、痛い目に遭う前にとっとと消えな。少しお仕置きが必要みたいだな。何ごちゃごちゃ言ってんだ、俺ぶっ殺す。うい死んだかな。くそ、新薬くん大丈夫？もしもし、ゆうやか。頼むぞ、ゆうやもかずきも。こんなことばっかじゃねえか。キリュウちゃんが手出すまでもないことないよ。深夜、お前どうしてこんな真似したんだ。深夜、お前は。深夜、ミツルの500万お前に払ってもらう。ミツルにも伝える。店のみんなに伝えるかどうかミツルに任せる。逃亡なんて考えるなよ。きっちり肩にはめてやる。俺でもカズキさんに任せられてスターダストの店長やってんだ。舐めてると痛い目見るぞ。うるせえ、あんな店こっちから願い下げだ。500万？金ならいくらでも払ってやるよ、クソ。深夜、俺はな、金が欲しくて夜の世界に飛び込んだわけじゃねえ。カズキさんに憧れて、カムロ町ナンバーワンに憧れてホストになったんだ。でもいざ入ってみりゃ、働いてるホストは軟弱な奴らばっかり。適当にカッコつけてホスト気取り。俺はな、そんなホストごっこして生きてる奴に負けんのが許せなかったんだよ。だからミツルをはめたのか。ああそうさ、ミツルみたいに適当にホストやってるやつが評価されるなんて俺には許せなかったからな。沈めてこようかこいつ、うるせえし。やな。おい深夜。ああ？深夜、俺はお前も見捨てるつもりはない。俺はお前が好きだ。は、ああ俺もお前と同じだった。中途半端な気持ちで夜の世界に飛び込んできた奴が大嫌いだった。店長、水商売は結果が全てだ。適当に女引っ掛けた奴が頂点に立っちまうこともある。そんなのいくらどの世界にも言えることでしょう。なんでこんな奴がっていう人がトップにいたりするんだよ。そんなもんだよ。悔しい気持ちはわかる。でもな、この世界で頂点目指すには耐えて頑張るしかねえんだ。俺はこのスターダストって店がそんな熱い気持ちを持った奴らの夢の足がかりになればいいと思ってる。お前にやり直す気があるなら、俺は店長としてできる限りのことはやるつもりだ。ゆうや。でした。
すみませんでした。新薬、もう一度スターダストで働かせてください。都合のいいやつだな。行こう深夜。イーツルにはしっかり自分の口で話せ。はい。500万ってすごい金額だよ。カムロ町ナンバーワンのホストクラブの店長がこんなにアマちゃんだなんて、なかなか痛快じゃないか。そうですね、頼むぜスターダスト。ゆうやらしい解決の仕方だな。あの深夜ってホストも何か一つ壁を越えたに違いない。またつまらぬことに首を突っ込んじまったぜ。なんでこれがダメなんですか。麺のコシ、スープのコク、どれをとっても完璧にこの店のラーメンですよ。確かに僕が言うのはおこがましいですけど、これはまさに九州一番星のラーメンですよ。あ、このスーツの人って、この出来なら九州一番星ののれんを背負っても恥じることは何一つないはずです。あのカップラーメン作ってた人じゃないの。ああ、確かにこのカラーメンなら何の問題もねえ。見事なもんだ。だったら、なんでのれん分けを許してくれないんですか。ダメなままダメだ。ああ、仕事に戻れ。大将。大将はのれんを惜しんでるだけだ。不意に来たぜ、大将。おお、桐生さんじゃないか。毎度毎度。あ、桐生さん。あ、そう、上田さん。ご無沙汰します。エースコックの上田です。本当にエース、これ本当にエースコックの人なのかな。ああ、ここのラーメンをカップ麺にした。久しぶりだな。今も店にはよく来るのか。ええ、そりゃもう、一個人として一番星の大ファンですから。ふっ、そうだったな。ところで、今のは見ない顔だが、大将の弟子なのか。ああ、松山って言ってね、若いくせに根性があるし、腕も確かだ。うちのラーメンを見事にものにしやがった。なかなか将来が楽しみなやつなんですよ。その割にはのれん分けを嫌がってるみたいだな。まあ、僕は大将がのれんを惜しんでるなんて思えないんです。何か大将なりの考えがあるんじゃないですか。よければ話してくれませんか。僕でよければ力になりますよ。うちわの話をお客さんにするのは気が引けるんだが、松山の腕は確かだ。それは間違いない。でもな、それで俺と同じラーメン作ったってしょうがねえんじゃねえかって思うんです。あー、なるほど。あれくらいの情熱等ではあれば、あいつしか作れないあいつだけのラーメンができるはずなんです。言ってやれよ。だからのれんわけじゃなくて、自分のラーメンで一本立ちしてほしい。それが大将の本音なんですね。ああ、それを松山さんに直接言ってあげるわけには、まあいかないんでしょうね。大将の性格だとめんどくせえな。当たり前だ。自分で気がつかなきゃしょうがないことなんだ。でも彼も相当思い詰めてたようだし。この話はここまでだ。部長の話に付き合わせちまってすみませんね。どうぞ食べててください。ああ、じゃあこれはどうすればいいんだろう。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいね。今は食う必要がないな。何、お腹いっぱいなの、キリュウちゃん。松山さん、かなり思い詰めていた様子でしたね。そうだな。キリュウさん、差し出がましいかもしれませんが、松山さんに対処の気持ち教えてあげるわけにはいかないですかね。手伝ってあげましょう。お手伝いしますよ。俺も少し心配していたところだ。手伝おう。本当ですか。ありがとうございます。じゃあ早速松山さんを探しに行きましょう。なんかすごい光ってる。当てはあるのか。ああ、いえ。なんだ、ないのか。ああ、いい。そう遠くへは行ってないだろう。手分けして探すか。ええ。わかりました。じゃあ、見つけたら電話しますね。ああ、俺も見つけたら連絡しよう。あの男、仕事着のまま出て行ったから、街中ではかなり目立つだろう。見かけた人を辿ってみるか。コインロッカーの鍵。欲しかったな、コインロッカーの鍵。あの店員さん、どうしたんだろう。ちょっといいか。この辺で白い仕事着姿の男を見なかったか。ああ、九州一番星の店員さんがさっきお店から駆け出してきましたよ。それは知ってるんよ。そこの突き当たりを右に行きましたけど、何かあったんですか。いや、大したことじゃないんだ。すまんな、助かった。松山は太平通りを東に行ったみたいだな。とりあえず追いかけてみるか。オッケー。松山大丈夫。いた、松山だ。上田に連絡してやるか。どうも、桐生さん。あ、いますね、松山さん。松山さん、どうも。ああ、上田さん、すいません、さっきはしょうもないとこ見せちゃって。いえ、それより大将のことなんですが。もういいですよ、あの人のことは。大将はのれんを独り占めしたいだけなんです。
あ、いや、それは違うんですよ。違いませんよ。あれだけ完璧に作ったのにダメだの一点張りなんて。大将はノレを分けるよりももっとでかいことをあんたに期待している。だからこそある態度なんだ。どういうことですか？大将がそんなことを。ああ、大将はあんたに自分だけのラーメンを目指してほしいんだ。あの大将がここまで言ってるんですよ。こりゃやるしかないでしょう。そうですね。恥ずかしいです。大将の気持ちも知らないで勝手なこと言って。まあ大将も偏屈だから。お前も去年は苦労してたな。ええ、それはもう。上田さん、桐生さん、わざわざ私なんかのためにありがとうございます。自分だけのラーメンやってみようと思います。楽しみにしてるぜ。期待します。はい、では早速勉強してきます。いいな、ラーメン。ラーメン食いたくなってきた。いやー、誤解が解けたみたいでよかったです。そうだな。あとは新作ラーメンがどうなるかだな。そうですね。九州一番星のラーメンに対抗できる新しい一品、なかなか難しそうです。そんなに美味しいのかな。食べてみたいな、九州一番星。じゃあそろそろ僕も仕事に戻ります。すいませんでした、付き合わせしまって。気にするな。では失礼します。こんだけ常に龍が如くに出てくるってことは、龍が如くのオリジナルとかじゃないよね。これは何、一番星へ戻ればいいのかな。あ、キリュウさん、いらっしゃいませ。どうだ、オリジナルラーメンは。難航中です。何しろ一番星に負けず劣らずの一品ですからね。あれからよそのラーメンを食べ歩いたりいろいろ研究してみたんですが、ちょっと行き詰まってしまって。そうか。あの、キリュウさん、もしよろしかったらラーメンのアイディア探しに付き合ってもらえないでしょうか。俺がか。ええ、上田さんからキリュウさんのことはよく伺ってます。カップ麺を作る際にとてもお世話になったとか。それは買いかぶりだ。俺は大したことはしていない。上田の情熱がすごすぎたんだよ。でも自分一人で考え込むより他の方の視点を取り入れた方がいいと思うんです。あ、いいよ。俺でいいなら手を貸せ。本当ですか、ありがとうございます。じゃあこれからちょっと街に出てみようと思ってるんですが、付き合ってもらっていいですか。ああ。どこ行くの。さて、よそのラーメンはもう食べたと言っていたな。ええ、この街のラーメンならもう食べ尽くしたって感じです。となると一旦ラーメンから離れた方がいいな。その方が何か得るかも、得るものがあるかもしれない。なるほど。じゃあ手始めにどこへ向かいましょうか。うまい肉を食ってみるか、とびきりの寿司を食おう。ファーストフードに学ぼう。パンラ行こう。うまい肉でも食ってみるか。一番星のこってり豚骨と通じる部分があるだろう。なるほど、では行きましょう。オンライオンライ。ありがとうございました。美味しかった？いやー、うまいですね。その服装のまま行ったんだ。で、どうだ、何かヒントあったか。いや、ひらめくものはあまり。あら、そうか。じゃあ次行くか。はい、どこに向かいましょうか。シースーでしょう。とびきりの寿司を食おう。なるほど、魚介でかつ高級、うちの手頃でこってりの豚骨系の対局を味わってみるってわけですね。いちいち解説助かる。そういうことだ、じゃあ行くか。はい。寿司銀、お世話になってますね。寿司銀にも大概。素晴らしかったですね。ネタといいシャリといい、完璧でした。そうだな。で、どうだった、何かつかめたか。いや、あまり。ダメか。あー、じっくり行くか。じゃあ次に向かうか。はい、どこに向かいましょうか。え、じゃあ適当にぶらつこう。少し肩に力が入りすぎてるかもな。ちょっとぶらつくか。え、いや、でも。考えすぎもよくない、じっくり行こう。偉人たちはみんな散歩が好きだぜ。この辺は昔から変わらないな。随分遠くまで来たね。西公園の方じゃん。そうなんですか。でもミレニアムタワーができたのは大きいですよね。街に来る人の層が変わったっていうか。そうだな、確かに昔はもっとチンピラだらけだったな。ああ、ゼロとか地獄だったもんね。おお、なんか生まれ変わった気分や。誰、上田、あれは上田って書いてあったけど、上田か。あれ、キリュウさん、松山さん、お二人してどうしたんですか。それはこっちのセリフだ。それはなんだ。やっぱり気づいちゃいました。ヒサロ行ってきちゃいました。いやー、特に変わったようには見えないんだけど、ちょっと気分転換っていうか、レッツチェンジマイセルフっていうか、
どうですか、ちょい悪って感じですよね。どうした急に、なんかストレス溜まってんだなお前も。もともと色白だっただけに、まあインパクトはあるな。でしょ、あんま変わったように見えないんだけど。へへへ、これからはちょい悪路線でいきますんで、どうぞよろしく。もしかしてお前結構暇なのか。ちょっと今なんておっしゃいました桐生さん。ん、上田が暇なんじゃないかって。それじゃなくて、その一つ前です。一つ前っていうと、白い上田が黒くなったからインパクトが。それだ。え、何黒くするの、黒豚骨ってやつ。え、ひらめきましたよ桐生さん。こうしちゃいられない、すいません、私これで失礼しますね。ちょっと上田は何、今のヒントを与えるためだけにサロ行ったの。何なんでしょう。さあな、ただ何かをつかんだら間違いなさそうだ。あ、例の辛ラーメンのことですか。そりゃすごい、僕らも一番星行ってみましょうよ。ああ、いいな、豚骨食いてえな。どうですか大将、この辛ラーメン、名付けて黒豚骨ラーメンは。なるほどな、まあ言うとは考えたじゃねえか。あ、でもありがちなんじゃないの。早速やってるみたいだな。あ、キルさん、お二人もこの辛ラーメンを食べてみてください。おお、やった、本当だ、結構黒くなってる上だ。暗がりじゃ分からなかったけど。うん、これはうまいな。そうか、まあ言うか、うん、この組み合わせはいけるぞ。大将も同じこと言ってたな。そのまあ言ってのは何だ。ラーメンの表面が真っ黒でしたよね。あれがまあ言うという特別な油なんです。まあ言うっていうのはニンニクを揚げてその香りと旨味を閉じ込めた油なんです。だからこんなに真っ黒なんですね。このマー油がスープに香ばしい香りとほろ苦さを加えて濃厚な一番星のスープに深みを与えてるんですね。それだけじゃねえ、うちのラーメンよりも少し太めの麺にしていることで新しい食感も加えてやがる。うんうん、それにしてもこのニンニクたっぷりのスープはスタミナつきそうだ。まさに黒豚骨ラーメンか、上田の日焼けで思いつくとはな。何が参考になるかわからないもんだ。あ、そういうことだったんですね、今さら気づきました。あ、何、わざとじゃないんだ。いかがですか大将、うちのラーメンにマー油か、この組み合わせ俺には思いつかねえ。いや、そもそもうちのラーメンはもう完成されたもんだとどっかで決めつけていたのかもな。俺はいつの間にか守るに入っていたのかもしれねえ。大将、これだけのもん出されちゃ認めないわけにはいかねえな。いいことだ、のれんわけとか一本出しとかいろいろ言ったが、この出来ならお前にこの店任せられそうだ。あ、何言いたいすんの大将。どういうことですか。こんな弟子が育ったんだ、俺はもう思い残すことはねえよ。この店お前が継いだらいい。大将、いや、それはお受けできません。何、ダメですよ、そんな簡単に隠居してもらっちゃ。大将にはもっと美味しいラーメン作ってもらわないと。松山の言う通りだ、大将にはまだまだ働いてもらわねえとな。沖縄在住が何言ってんだ。いや、しかし、そうですよ、僕もまだまだ大将のラーメン食べたいですし。ただこいつにもちゃんと店持ってもらいたいし。それなら僕にいい考えが、ダブル対称性でいけばいいんですよ。何言ってんだ。いやいや、これはいい考えですよ。一番星の中で大将と松山さん、それぞれが別々にラーメン屋をやればいいんです。なんかすごいめんどくさいこと言ってる。妙なことを考えたな。でもそれって同じ店の中に競争相手がいる、客が自分につくか相手につくかが目の前で展開されるってことですよね。なるほどな、そりゃなかなか面白いかもしれねえな。めんどくさくない。よし、その案採用だ。今日からうちはダブル対称制だ。おい、元弟子だからって容赦しねえぜ。望むところです、負けませんよ。で、上田は上田で早速このラーメンカップ麺にしようってんだろ。もちろんです。黒いな。こんな美味しいものここでしか食べられないなんてもったいなすすぎますからね。このラーメンも一筋縄じゃいけませんよ。望むところです。よし、じゃあ早速研究のためにもう一杯ください。喜んで。また九州一番星を救っちまったな。何やってんだい。まあ皆さん落ち着いて。腹が減るとイライラするのはな、脳が血糖を上げようとするときにアドレナリンの分泌が促進されるからなんだとよ。なんだこれ、物知りなんですね。つまり今の俺の脳にはさぞかし大量のアドレナリンが分泌されてることだろう。おい、どうした。え、あ、いや、なんでもないっす。いや、なんでもあるんですけど、大丈夫っす、大丈夫なんで。そうか、
いいの本当に。何何、ね、ん、すいません、やっぱ大丈夫じゃないっす。すいませんけどちょっといいっすか。何なんだよ、何だ。あのですね、俺あーご、次回作から絶対このエモート削除しようよ、ムカつくから。あのですね、俺今この人たちに弁当を届けるとこだったんすよ。あ、俺バイトなんすよ、出前の。でですね、バイクがこけまして盛大に弁当がぐちゃぐちゃなんすよ。もうどうしたらいいっすかね。どうしたらいいと思います。取りに帰れよ、もう一回。見ず知らずの通行者を巻き込むな。どこまでも旗迷惑な若造だ。だってすまないね兄さん、気にせず行ってくれ。行かないで、行ったらダメ絶対。たくしょうがねえやつに関わっちまったな。おい、弁当は本当にどうしようもないのか。ああ、いや、まあ飯の部分はギリいけそうなんですけど、おかずエリアは完璧にアウトっす。やっぱ飯だけじゃ無理っすよね。いくらハロハスっつってもな、絶対におかず欲しくなりますもんね。当たり前だ。じゃあこの辺で惣菜でも買ってきたらいいんじゃないが。金はかかるだろうが、それはお前の責任だろう。ああ、すげえ、それすげえいいっす。全然思いつかなかった、バッチリっす。それで行きましょう。ナイス起点だ兄さん。そうか、じゃあ頑張れよ。うっす、あざっす。あ、これでいいの。あー、だすいません、こけた時足やったみたいっす。あ、ダメだ、折れてる。重心乗せただけですげえ痛い。折れてたら立てねえよ。すいません、なんかもう自分マジ情けないんですけど、代わりに買ってきてもらえませんか。え、いいけど。これを引き受けてしまうのが堂島の理由、桐生一馬よ。乗りかかった船だ、付き合ってやれよ。乗りかかってないけどね本来。マジっすか、ちょっとマジっすか。うるせえな。で、元々の弁当はどういうやつだったんだ。カレーっす、言いましたけど飯は無事っす。ルーが全滅っす。カレーか、じゃあ大体は聞かないな。カレーを探すか。悪いね兄さん、うちはとしてもこんな揉め事起こしたくねえんだが。本当すいませんけど、奈良早でお願いできますか。しょうがねえ、そこで待ってろ。カレーね、カレーか、どっかで扱ってた記憶あるな、探してみるか。カレーね、カレーか。うわ、いって、何すんだよ。なんかに巻き込まれた、また違うやつだなこれ。さては、お前はクビだ、もう明日から来なくていいからな。なんだとってめえ、こんな店こっちからお断りだ。たく、何なんだよ畜生。こっちのセリフだわ。ん、あいつは。俺今カレー探してんだよ。しゃあねえな、またいぶきんとこ行くか。いぶき、あ、いぶきってあれか、県政会の。え、あれ、あんた確かキュウリさんだ。久しぶりじゃん。お前に覚えはないけどな。キュウリじゃない、キリュウだ。久しぶりだな孝太郎。なんかカウンターでパソコンとか触ってたやつか。ああ、キリュウさんか、ごめんごめん。いやー、でも久しぶりだ。キリュウさんにボコられてヒットマン辞めて以来だから。あれいつの話だっけ。1年前ですね。去年の話だろ、もう忘れたのか。まあ細かいことはいいじゃん。キリュウさん今暇、これからイブキのとこ行ってお茶でも入れてもらうかと思うんだけど、一緒に来ない。イブキ、ああ、イブキって登場会を抜けた連中を構成させようと仕事しているあの男のことか。説明助かる。そうそう、県政会のイブキ。お前まだイブキの世話になってるのか。たまにだよ、たまに。その動きやめろ。俺みたいな人間が立派に敵で暮らせるようになるまで面倒見るのが県政会のイブキの仕事だろ。俺はまだ立派に暮らせないからな。何がおもろいねイブキも大変だな。分かった、せっかくだから買うくらい出していくとするか。俺カレー探してんだけど今。オッケー、じゃあ行こうぜ。まだあるんだ県政会、あそこに八神探偵事務所の裏手ぐらいにあるところだよね。さっきの様子を見てる限りじゃ仕事はうまくいってなしそうだな。そうなんだよね、なんかうまくいかないんだよ。俺は真面目に働いてるつもりなんだけど、すぐに怒られてクビになっちゃうんだよ。時代が俺に追いついてないのかな。それはないな、お前がなんか悪いことしてるんだろ。いや、俺は悪くないね、それだけは自信を持って言えるぜ。当てにならん自信だな。ほら着いたぜ。いいぶき、喉乾いたからお茶くれよ。中に入ってから言え、外から言うな。
あ、まだ健在なんだな、県政会。カムロキャッスル。物々しすぎるな、いつ来ても。キリュウさん、お久しぶりです。お元気そうで何よりです。ああ、久しぶりだな。県政会は相変わらず忙しそうだな。そうですね。国道から足を洗った者が仇で生きていくのはやはりなかなか難しいものです。そうだな。それでも仇で生きていこうとする者を何とか一人前になるまで支援するのが私たち県政会の仕事ですからね。あれ以来復讐者を名乗るヒットマンからちょっかいを出されることはなくなったのか。それは大丈夫です。1年前までは復讐者の攻撃のためになかなか身動きは取れずにいたんですが、キリュウさんがヒットマンたちを捕らえてくれたおかげで今存分に仕事をすることができています。まあ中にはまだ迷惑をかけてる元復讐者もいるみたいだが。よし、今度はお好み焼き屋にしよう。やっぱまかないがないと話にならねえよな。もう大事だよね、まかない。彼が元殺し屋だということが今となっては信じられませんよ。ん？確か度胸がなくて名前ばかりの殺し屋だったんじゃなかったか。殺したことないって言ってなかったっけ、そういや。おっと、キリュウさん、どうやらそれは禁句のようですよ。一人も殺してないのに殺し屋なのか以前聞いたらすごい剣幕で怒ってました。そうか、あいつなりのプライドがあるんだろうな。捨てちまえ、そんなプライド。そうかもしれませんね。ただそのプライドが悪さをしているようです。仕事のことか。見る限りじゃあまりうまくいってなさそうだが。そうですね、なかなか長続きしないようです。店員や客と口論になることが多く、暴力沙汰になったケースもあるようです。ただの社会不適合者じゃねえかこいつ。サボるようなことはなく至って真面目なんですが。なるほどな。本人は一生懸命やってるつもりが何か周りとズレがあるのかもな。っていうか普通に飲食店というか接客業をやめろ。そうですね、かといって私が職場で監視してその間違いを指摘するのも変ですし。あいつだってもう子供じゃないんだ。そういうのはいずれ自分で気づくだろう。だといいんですが。次のバイト決まったぜ、さすがだな俺。まだ面接受けてないんじゃないのか。んなもん通るの分かってるからな。俺のやる気に満ち溢れた感情を見て断る店はむしろ終わってるよな。この自信だけは素晴らしいんですが。じゃあちょっと挨拶がてら面接してくるぜ。あ、そうだ、いぶき、お茶ごちそうさんな。口の聞き方。いえ、どういたしまして、また遊びに来てください。ああ、口の聞き方から教育してやらないと。ああ、王じゃねえよ。はい、ごちそうさまでした。行ってきますだろ。見ての通り彼は少しずつですがちゃんと成長しているんです。いや、亀の歩みだろ。確かにそうだな、あの様子なら心配ないだろ。私が心配性なんですかね。本当はちゃんと働けているか見に行ってあげたいところですが。お前はお前の仕事があるだろ。あいつ以外にもお前の力を必要としているやつはたくさんいるはずだ。光太郎の件はあいつに町、光太郎の件はあいつに町であったら様子を聞いておく。だからお前は県政会の仕事を頑張ってくれ。そうですね、そうさせていただきます。もし光太郎を街中で見かけたらその時は話しかけてあげてください。ああ、わかった。いぶき、カレー置いてるとこ知らない？とりあえずどっちから行こうかな。とりあえずカレー探しに行くか。はい、取り扱っておりますよ。あ、カレーあった。持ち帰ることはできるが、ルーだけのパックがあると都合がいいんだが。あ、オリジナルカレーってのがあるね。それでしたらオリジナルレトルトカレーはいかがですか。こちらならルーのみでお持ち帰り用となりますよ。そうか、じゃあそれをもらえるか。なるべくたくさんなんだが。かしこまりました、少々お待ちください。なるべくたくさんってそんなにいる。お待たせいたしました、大量のオリジナルレトルトカレーを受け取った。すまないな。いえ、またのお越しをお待ちしております。ちょっと待って、キリュウちゃん、お金払った？ルーを買ったはいいが、このまま届けても食べられないな。ユーセレナに行けばコンロくらいあるだろう。温めてから急いで持っていくが。優しすぎるでしょ、この国道のおじさん。伊達さん、カレー温めてくれん？伊達さん、多くのコンロを使いたいんだが、いいか。構わないが、なんだキリュウ、料理でも始めるのか。ちょっと面倒ごとでな、カレーは温めないといけない。そうか、大変だな。何も聞かないの優しさだな。ああ、じゃあ借りるぞ。大量のオリジナルレトルトカレーが温まった。これあそこまで持っていくのに冷めるだろう。ふう、これだけ大量だと結構時間かかったな。1個目もう冷めてるよ。ありがとう伊達さん。ああ、気をつけてな。何も聞かないの優しい。さて、急いであの出前に届けてやるか。
持ってきたよ。どうすかカレーどうすか。なんとかなりました。大量のオリジナルレトルトカレーを渡した。うわーすげー、めちゃくちゃルーあるじゃないですか。しかも超あっち。ちょっとあんたどんだけキーマあるんすか。パーフェクト対応じゃないですか。おお、カレーだ。みんなカレーができたぞ。カレーだカレーだ。うわっしょいわっしょい。どんだけカレー食いたかったんだこいつら。あはあはは。その動きやったら分かってるだろうな。次主任ちょっと浮かれすぎじゃないですか。おー、まともな人いた。え、どういうことだ副主任。確かにカレーは届いた。しかしそのカレー果たしてうまいんですかね。ほお前松屋さんのレトルトカレーやぞ。最近レトルトカレー高いんやからな。俺たちがもともと注文したのは有名店のカレー。その代わりとしてこのカレーがどうなのか。そんな責任までは負えないよ俺。浮かれるのは食ってからにしましょうや。さすが副主任、その冷静さにこれまで何度助けられたことか。可愛くない冷静さだな。副主任の言う通りだ。全ては食ってみてから安心するのは早いかもしれんぞ若造。はい。あ、もう流れ見えたけどな。いかがでしたか。黙々と食ってたのかこいつら。てかもう解放してもらっていいですか。うまいでしょうね。うまいぞ。おお、うめえ。松屋さんだからな。すげえすげえっすよ。ふ、よかったな。いやーマジリスペクトっす。あなたがいなかったらこんなうまくいかなかったっすよ。それよりお前足は大丈夫なのか。全然っすよ。今テンションめちゃくちゃ上がってるんで。ああ、そういう問題なんだ。アドレナリン。そうか。いやー本当もあざす。もう降りてんのは本当なのかな。今更っすけどお名前聞いていいっすか。あ、俺トモヤって言います。キリュウだ。キリュウさんっすか。名字までかっけーってどういうことっすか。持ち上げ方うまいなお前。キリュウさんなんかお礼したいんすけど俺こんなんしか持ってなくて。本当にこんなんだな。スタミナンスパーク。まあ、ありがたく受け取っておこう。なんかしょぼくて申し訳ないですけど気持ちはすげえあるんで。分かったよ、もらっておく。もうこけるなよ。うっす、どうかお出しあれ。よーし、休憩終わり、働くぞ。こんな夜から大変だな。おお、頑張ってね。なんだてめえ、客様に対してその態度はだよ。ああ、コウタロウ、うるせえ、客だからって偉そうにしてんじゃねえ。あれはコウタロウ、またバイト先で揉め事を起こしたのか。え、まあ、止めてあげましょう。おい、コウタロウ、何をしているんだ。ああ、キリュウさん、ちょっと今取り込み中なんだよ、後にしてくれ。取り込み中ってお前、こいつら客なんじゃないのか。そうだよ、俺らお客様だよ。あんたこいつの保護者か。どういう教育してんだ。ったくよ、キリュウさんは関係ねえだろ。ザケんじゃねえぞザコ。ザコだ、調子乗ってんじゃねえぞ。ザコはどっちか教えてやろうか。あ、お好み焼き屋さんよ。おい、お前らもやめとけ。こんなところで大声出してたら周りの迷惑になるだろうが。やかましいわおっさん。てめえもこいつの知り合いなら責任取ってもらおうじゃねえか。キュウリだかヘチマだか知らねえが、てめえをまとめてボコってやる。よいしょと。くそ、てめえら一体何者だ。俺はお好み焼き屋だ、ビビったか。ただじゃおかねえからな、覚悟しとけよ。いやいや、いいことした後はすがすがしいな。さーて仕事に戻ろ。まあ、クビだわな。すまんが君はクビだ。なんでだよ。お客さんの態度に文句を言って、挙句に殴ってしまうなんて。ダメだな、社会不適合にも程がある。とてもじゃないがうちには置いておけない。悪いがもう来ないでくれ。またクビかよ。何がいけないんだよ、言われただろ今すべて。なんで分かってねえんだよ、全部言ってくれたぞ。さっきの状況を見る限り問題は山積みのようだが、とりあえずさっきの店で何があったのか順を追って説明してみろ。あーん、さっきのはさ、満席ってどういうことだよ。俺たちは腹減ってんだよ。こいつらもこいつらだけどな。満席は満席だよ、席がないんだからしょうがないだろ。てめえお客様に対してなんだその口の利き方は。しかもおい、奥の席空いてんじゃねえかよ。あそこは予約入ってんだよ。予約だ、知るかんな。もん空いてんだから食わせろや。うるせえ、食いたいなら10万待て。待てないなら他の店行け。なんだてめえお客様に対してその態度はよ。あーで、キリュウちゃんが来たと。大概だな。
まあ、言い方に問題があったってことだよな。なるほどな。俺の言ってることなんか間違ってんのかな、言い方かな。いや、お前の言ってることは間違ってない。ただ言い方が良くないんだ。お前はあくまで店員なんだから店員らしい対応の仕方ってのがあるだろう。店員らしい対応の仕方？なんだよそれ。わかんねえのかよ。お前同じ態度店に行ってされたのどう思うよ。お前がどっかの店で飯を食うとき、店の人間はみんな丁寧に相手してくれるだろう。ああそうだな、確かにみんなヘコヘコしてるな、言い方。でもあれおかしいだろ、客だからってそんな偉いわけないじゃん。そりゃそうなんだけど。いや、客が偉いからヘコヘコしているわけじゃない。客が気分よく飯を食えるような場所にするのも店員の仕事だってことだ。客の中には偉そうにしてるやつもいる、まあ、店員にも偉そうにしてるやついるけどな。だがそういう客が相手でもちゃんともてなすのが店員の仕事だ。客に向かって文句を言ったり、ましてや客に手を挙げるなんてことはやっちゃいけない。なるほどな、よくわかんねえけど。わかった、わかってねえんじゃねえ。あんまりやったことねえけど、ヘコヘコしてみることにするぜ。口の利き方な。あと、それともう客は殴らない、それはキリュウさんと約束するぜ。カズマとの約束だぞ。そうだな、約束だ。よし、そうと決まれば早速仕事探しだ。なんだよこいつ、犬の擬人化かよ。キリュウさんありがとな、仕事決まったら連絡するぜ。どう育ったらこうなるんだ。あいつ絶対犬が人間になっただろう。なんかメール来た？なんだ？仕事決まったぜ、コウタロウ。キリュウさん聞いてくれ、新しい仕事が見つかったぜ。寿司銀っていう寿司屋で働くことにした。キリュウさんとの約束だから絶対客は流らないぜ。食いに来てくれるよな、待ってるぜ。かわいいなこいつの。こいつのメールかわいいな。じゃあ行くか寿司銀。なんか倒れてないこれ。おいコウタ、これコウタロウ？どうしたんだ。約束守ったぜ。客殴らなかったぜ。どうだ、ビビったか。ひどい怪我じゃねえか。とりあえずどっかで横に。ああなんでさっきのやつらかよ。あれ、この間のおっさんも一緒じゃん。お前らなんかたまたま通りかかったらそいつが店の前で掃除してるわけ。ああだからそんな態度取ってるかと思ったら急にヘコヘコしてやがってさ。俺らの時の態度は何だったんだろうな。ムカつくよな。そうそう、ムカつくからボコっちゃった。スーツビビって手も足も出ねえでやんの。怒るの楽しかったからさ、友達も呼んできちゃった。てめえら、うう怖い。その店員は反省して殴られたか殴られてくれたのに、あんたはそういう態度取るんだ。すごいな、あんだけボコられて。そういうこいつは反省して態度を改めた。それはてめえらも見たんだろ。にもかかわらずなんだこれは。反撃してこない相手は遊び感覚で殴るなんてまともじゃねえ。たく説教かよ。これだから親父は嫌いだぜ。いいよ、こいつもやっちまおうぜ。この間とは人数が違え、負けることねえし。いいぜ来いよ。孝太郎が手を出せなかった分、俺がお前らを殴ってやるぜ。いい度胸じゃねえかおっさん。おい、こいつをボコボコに。よいしょと。バカが極道なめんな。バカなこの人数相手に。これ以上殴られたくなかったら二度と目の前に現れるんじゃねえ。主に刺したけどね。コウタロウ大丈夫か。俺は元殺し屋だぜ。甘く見てもらっちゃ困るね。誰も殺したことがない殺し屋ね。そうか、無事ならよかった。またキリュウさんに面倒かけちまったな、悪い。いや気にするな。おい、コウタロウ。あ、寿司銀大将。あ、大将、ちょっと俺に食材取りに行ってる間にお前。あ、おやさん、揉め事起こしちまってごめん。やっぱり俺首かな。首？そんなはずねえだろ。え、さっきのチンピラともお前が追い払ってくれたんだろ。え、あ、いや、あいつらしょっちゅう店の前で騒ぎ立てる迷惑な奴らだったんだ。店の常連からも何とかしてくれって頼まれてたんだよ。今度来たら文句言ってやろうと思ってたところだ。お笑ってくれてありがとな。はあ、お前は元気もやる気もあるし、何より数字がいい。あ、そうなんだ。いろんな店で働いてきたからだろうな。うまいものってのが何なのか分かってる。あの半人前だけどな。それじゃあお前にはうちでしっかり働いて一人前になってもらう。お前がやめてっつっても一人前になるまではクビにしてやらねえから覚悟しておけ。今度は普通に仕事が辛くてやめそうなこいつ。怖えなそれ。多少口の利き方がなってないが、まあそれくらいの方が期待がいがある。
俺のことをここまで褒めてくれたの、おやさんが初めてだぜ。おやさん、あんた、やっぱ見る目あるぜ。その動きはやめろ。俺が見込んだだけのことはある。偉そうな口は一人前になってから聞くんだな。ほら、掃除が終わったら戻ってこい。仕組みを手伝ってくれ。はいよ。その動きをやめろっつってんの。なんか手柄横取りしちゃったみたいで悪いね、キリュウさん。気にするな。いい働き先は見つかったじゃねえか。そうだな。俺ここでしばらく頑張ってみるよ。いつかは自分で店とか開きたいぜ。おい、小太郎、早く来て手伝ってくれ。おっと、やべ。ギルさん、またな。うまい寿司作るから食いに来てくれよな。これあれかな、5以降で寿司銀食いに行ったら小太郎働いてたりすんのかな。なんだ。ギャー、 ごめんなさーい。喧嘩か。おお、すごいの出てきた。まったく、路地裏とはいえタバコをポイ捨てするとは、最近の若者は実にノットスパイシーだ。どういうこと、何ノットスパイシーって。おっと、これは失礼。本当に失礼だな。おお、逃げた。なんだあいつは。怖っ、なんか見ちゃいけないものを見てしまった。あ、なんだ、俺ただ絡まれたと思ったけど。待て、貴様、人様に種をたかるとは何事だ。実にノットスパイシー、ビースパイシー。この私が激辛に成敗してくれる。何言ってんのこの人本当に。あ、お前何その学校、頭おかしいんじゃねえの。さっさと、まあ、頭は確実におかしいだろうね。いや、強いんだな、ノットスパイシーさん。何さん。何こいつ、すっごい強い。ミッションコンプリート。そこのナイスミドル、お怪我はありませんか。ああ、それは何より。おっと、いかん、カレーエナジーがそこを突きかけているではないか。カレーを食べなくては。カレーが好きなのかな、それともカレー屋の回し者。なんだあいつは。あ、絡まれてる、絡まれてる、ノットスパイシーさん。どうした大勢野郎、この前の勢いはどうしたよ。ヒッヒッヒッ、ほらスパイシーとか言えよ。俺らに恥かかせてくれちゃったらバッチリさせてもらっちゃうよ。こんな時に敵に出くわすとは、我ながらノットスパイシー。あれはさっきのタイツの男。助けよう。一応助けられたしな、助けるか。おい、そこまでにしておけ。あー、なにこのおせっかいヤギ。こいつの仲間とか、なわけねえか。あなたはこの前の。これはみっともないところを見られてしまいましたな。一人を複数で襲うなんざみっともねえぞ。お前もボコられたいってことか。いいよ。どっからでもかかって手助け無用。しかし私には私なりの覚悟があってこういうことをしているんです。お行為はありがたいが分かってください。かっこいいけどそんな格好で言われてもな。覚悟に準じてミンチにされますか。カレーさえあれば。カレー？おい、カレーがどうした？いえ、何でもありません。その格好からなんとなく想像はついていたが、カレーがあればなんとかなるのか。想像つかないよ、普通。普通はつかないです、キリュウちゃん。そうなんだな。わかった。待っていろ。あ、ちょっと待つやあるしな。カレーを頼めるか。持ち帰りたいんだが。それでしたら、オリジナルレトルトカレーはいかがでしょう。何回カレー持って帰るんだよ、ここから。よし、じゃあそれをもらおう。はい、300円になります。あ、払うんだ。オリジナルレトルトカレーを受け取った。前は払わなかったのに払うんだ。普通は温めて食うもんだが、まあいい、早くあのタイツ男に届けてやろう。まあセレナに言ってる場合じゃないからね、今回は。あいつにカレーを届けてやらねば。おい、カレーだ、受け取れ。 ありがたい。むむむむむ、みなぎってきた、みなぎってきたぞ。気持ち悪いな、気持ち悪いな、臭そうだし。カレーの自重点完了。こうなった私は福神づけるように甘くはないぞ。へえ、なんか元気になってるぞ。さあかかってきなさい。ちくしょう、なにこれ、なにこれ、やっちまえ。ぎゃひぃ、あたたたたた、ううつえ。ミッションコンプリート。なにこれ。本当に助かりました。いや、構わんさ。
この町を守るのは私だけだと思っていた。しかしそれは思い上がりだったようだ。あなたのような方もいたんですね。私も負けてはいられないな。この人みたいな人がもっと増えればね、カモロ町は平和になるかもしれないけど、一人の手には負えない町だからね。どうです、私と共に戦いませんか。私はイエローなので、差し止め、あなたはブラックやブルーあたりで一つ。いや、遠慮しておこう。残念ですが、致し方ない。俺はお礼です。ぜひ受け取ってください。フィットネスギアをもらったお前にいるもんだろ。お前が使え。うん、もらっておこう。ではまたどこかでお会いしましょう。ビースパイシー。何、カレーが好きってだけでカレー屋の回し物とかではないの。松屋のカレーか。なんだか俺も食べたくなってきた。俺も後で松屋行こうかな。カレー食いたくなってきた。カレー食いたくなったりラーメン食いたくなったり大変なんだよこのゲーム。お、あ、いい、またユウヤ。どうした、ユウヤ。すごい顔してるよ。あ、キリュウさん。よかった、まだカムロ町にいらっしゃんですね。ん、ユウヤじゃねえか。どうした。あの、ちょっと知らせたいことがあるんです。今、お時間大丈夫ですか。ああ。何、今度は何で、話ってのは何だ。キリュウさん、花毛パークって知ってますか。知らないです。花毛パーク、公園か。知らないんですね。なんて言えばいいか。携帯のサービスで無料でゲームができたり、ブログを作って交流できたりするんですよ。ほう、ブログなら俺も書いたことがある。典型でね。その花毛パークにカモロ町サークルっていうコミュニティがあって、結構盛り上がってるんですが、そこに桐生一馬を名乗るやつがいるんです。俺の名前を。偽物ってことか。また偽物か。まあ、キリュウさんはこの町ではほとんど伝説扱いだし、真似る奴がいるのも不思議じゃないんですけど、部活こサラリーマンを殴ったとか、しょうもないことをブログに書いたり、掲示板を荒らし回ったりしているんです。つまらねえ真似するな。まあ、そんな奴誰も相手にしないだろ。放っておけ。何のんきなこと言ってんすか、キリュウさん。うちには鼻毛やってる奴らがいますけど、そのブログ真に受けちまって、キリュウさんの評判ガタ落ちですよ。そういうもんなのか。俺みたいに直接キリュウさんを知ってるわけじゃないですから、ネットの中で済む話じゃないんですよ。そいつの日記は俺も見れるのか。そうっすね。キリュウさんも登録すれば見れますよ。ちょっとやってみますか。俺やり方教えますよ。お前がやってる花毛パーク見せてくれたらいいんだよ。ああ、はい。で、このボタンを押して。こうか。よし、登録できたぞ。ん、なんで俺のアイコンは下着姿なんだ。初期アバターだね。お、ああ、それはアバターって言って着せ替えができるんですよ。ほら、こんな感じで。ほう、スーツを着た。で、カムロ町サークルってのはどっから見るんだ。確かここから。時代を感じるな。10年ぐらい前までこんなんだったって思ったら、この10年ぐらいすごいよね。なるほど、その偽物は随分日記を書いてるんだな。ほぼ実況中継って感じですね。相当暇ですよ、こいつ。最新の日記は、キリュウだ。今劇場前のゲーセンで遊んでいる。 UFO キャッチャーがあまりにも取れないんで店員にメンチ切ってやったぜ。ちっさい。やってることが。そしたらただでアイアイがもらえた。俺はアイアイが大好きだ。あばよ、バイ登場会4代目キリュウカズマ。これはだいぶ株を下げることになってしまうな。くだらねえ。放っちゃおけないですよ。こいつまだいるかも。俺ちょっと見てきますわ。待て、ユウヤ。俺のゴタゴタにお前が出張ることはない。自分で肩はつけるさ。劇場前広場のクラブセガに行けばいいの。イセバナは劇場前広場のクラブセガにいたらしい。今もいるかわからんが、見に行ってみるか。いる？キリュウちゃん。イセバナはもういないか。ブログの方はどうだ。キリュウだ、チャンピオン街に来たぜ。俺ほどの男になると酒を飲むならここしかねえ。もちろんちょいと俺の名を出せばオールタダだ。ふっ、これも俺だからこその特権だな。お前らも男なら俺を目指せ。あばよ、バイナイスミドル、キリュウカズマ。恥ずかしい。チャンピオン街か。そこで捕まえてやる。チャンピオン街ね。前も偽物あったの、チャンピオン街じゃなかったっけ。おい、いた。おい、ガキども、ここはてめえらが軽々しく来るところじゃねえぞ。ああ、いきなりなんだよ、おっさん。ん、あれは。俺は今日一日大変で、大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。ゆっくり酒を飲みに来たのに、ガキの騒ぎ声を聞きたくねえんだよ。ああ、何勝手なこと言ってんだよ。へえ、
俺の機嫌の悪い時に口答えですんのが、口答えまですんのが運が悪かったな、お前らは。俺は東条会四代目桐生一馬だ。ちょっと偽物感増してない？すごいな。え、東条会、名前聞いてすみませんでした。極み2の時だっけ、初めて出てきたの。あん時の桐生一馬は相当仕上がってたけどね。ふっ。おい、そこのチンピラ。ああ？てめえ、俺が堂島の理由と知っての口か。ビビってんじゃねえ。命が惜しくないやつでかかってこいや、俺。そうだな、話は一発殴ってからでも良さそう。めっちゃ殴る。めっちゃ殴ったな。あんだけバールで殴られたら人は死ぬけどね。うぐっ、てめえ、こんなことしたら東照会が黙ってねえぞ。お前、昔もこんなことやってなかったか。あれなのかな、プレステ2版のあの龍が如く2ではこんな感じのやつだったのかな。え、あ、もしかしてあなた本物の桐生一馬さんですか。なんかもう一人お月のあの誰だっけ、西田じゃなくていたよね。真似るんなら本人の顔くらいすぐ気づくんだな。すいませんでした、最近桐生さんの大技を聞かなかったので、つい出来心で。出来心で暴れ回ってくだらねえ日記を垂れ流されちゃたまらねえな。そこまでご存知とは。すぐにブログにお詫びをかけます。これも差し上げますから許してください。モテモテ腕輪をもらった。嬉しくねえな。ほんとすいませんでした。おい、話はまだ。逃げ足の早いやつだな。あ、そうそう、シンジの偽物だ、シンジの偽物。ブログで詫びるとか言っていたが、本当に懲りてんのか。お、もうブログが更新されてるな。桐生だ、今日はお前らに大切なことを知らせなくてはいけない。詫びてねえじゃねえか。実は俺は桐生ではない、いわばそっくりさんだ、似てねえよ。ついさっきご本人にボコボコにされてな、正直死ぬかと思った。これからはかなり悔い改めて生きようと思う。これからは偽キリュウとしてバリバリ更新するからよろしくな、あばよ。バイキリュウさん、激ラブ偽キリュウ。やめろ、逆に迷惑だ。ふ、逃げ足早いだけじゃなく、ブログの更新も早いやつだな。いや、それで許しちゃうからだよ、キリュウちゃん。殺さなきゃ、ああいうやからは、見せしめに。お、もしかして、キリュウさんですか。おー、なかなかいかつい。ああ、そうだが。何その反り込み、そこだけ。それ反り込みじゃないよね、多分ね。刀傷とかだよね。俺です、白木です。ああ、ほら、5年くらい前にチャンピオン街で俺ら拳で熱く語り合ったじゃないですか。全く覚えてない、ごめん。もしかしてホワイトエッジの白木か。ああ、ホワイトエッジってあれか、それこそワンの時のカラーギャングのやつだよね。はい、お久しぶりです。あの路地裏で戦ったやつだ、チャンピオン街の。ああ、久しぶりだな。それにしてもだいぶ雰囲気が変わったな。もうカラーギャングはやめたのか。いやいや、もうとっくに卒業ですよ。っていうか、あの一件があってすぐホワイトエッジ解散したんで。本当に極み1でなんでこのストーリー入れたのっていうカラーギャングのくだりだよね。そうなのか。ええ、まあ若さゆえの過ちってやつですかね。もう無茶する年じゃないですよ。で、今は何をしているんだ。聞いたら驚きますよ。実は俺、プラチナって会社立ち上げて中古車のディーラーやってるんですよ。割と真っ当に働いてんな。ディーラーか、しっかり仕事してるじゃないか。なんちゃらモーターとかじゃないよね、大丈夫？変なことしない？靴下にゴルフボール入れたりしないよね。こう見えてやるときはやる男なんですよ。おかげさまでためで、ここまで稼いでるやつ知らないくらい稼がせてもらってますよ。本当だろうな、大丈夫だろうな。本当になんかわざと傷つけたりしないよね。まあ大きな声じゃ言えないようなものも取り扱ってるんですけどね。除草剤か、いわゆるフロント企業ってやつです。そうか、まあ元気そうで何よりだ。いえいえ、おかげさまで。何何これ。ああそうだ、これ俺の名刺です。何かあったら電話ください。桐生さんなら最優先で対応しますよ。どんな車種でも揃えますんで。桐生ちゃん運転免許とか持ってんのかな。それじゃあ失礼します。あ、運転免許持ってないヤクザなんていねえか。あ、でどうすればいいんだ。あ、桐生さん。あ、ん？君らもあれかい。カラーギャングの。お久しぶりっす。うっす。すまない、誰だ。
なんかいた気がする、こんなバンダラのやつ。あっちゃ、マジっすか、キリュウさん。俺ですよ、ブラッディアイの赤いです。わかんないです。何ですかブラッディアイって。覚えてません？5年前劇場前のデボラって店で俺らのことボコボコにしたじゃないですか。あの時の赤い兄弟か。お前らも雰囲気変わったな。もですか？ああ、ホワイトエッジの白木にも会ってな。白木も社会人らしくなっていた。あの白木が？マジですか。考えられないですね。ふっ、お前らも白木と同じぐらいの変貌っぷりだがな。スーツにそのバンダナはいかがなものかと思うけどね。ああ、やっぱそうっすか。あの子よりもかなり落ち着いたな。今は何をしているんだ？レッドスネークってメーカー聞いたことないっすか？ナイス。レッドスネーク？ええ、実はホワイトエッジが解散した後、ブラッディアイも解散したんすよ。で、俺ら兄弟で立ち上げたのがレッドスネークっていうメーカーなんですよ。君らなかなかビジネスマンだね、みんな。カラーギャングの方々は。そうだったのか。それで何を作ってるんだ？嫌だな、キリュウさん。もしかすると、俺ら、キリュウさんのお世話してるかもしんないっすよ。兄貴、聞いてるこっちが恥ずかしいぜ。ん？あ、これうちが出してる新作なんで、よかったら見てくださいね。ちなみに俺も出てるんで。ああ、ありがとう。それじゃあお疲れ様っす。なに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 、お世話になってるかもしんない。出てる？何の話？何もらったの？素人ナンパ in 横須賀。素人もの。何月涼子さんかな。18歳、いて座。いて座情報いる？ヤング連中も形はどうあれ社会に出てるんだな。本当に形はどうあれだな。絶対やべえよ。いやさ、中道通り裏の工事現場でさ、青ずくめのギャングみたいなのが集団で OL さん取り囲んでるの見ちゃってさ。おおおおお、え、無理無理、助けるとか漫画でしょ。サーラの神にたたりなしってな。じゃあ言わない方がいいよ、そういうこと。河村町で変なことに首突っ込んだら命がいくつあっても足りねえよ。まともな人間もいるな。まあとりあえず中道通り裏あたりは危ねえみてえだから、お前も気をつけろよ。オッケー。お、いる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 。お友達になろうって言ってるだけじゃん。堅苦しいこと言うなよ。いや、言っとけ言っとけ、女は推しに弱いぞ。やめてください。マジで？こんにちは。ああ、何見てんだ俺ら、どっか行けよ。おっさんの番号も聞いちまうぜ。いいよ、教えようか。聞いとけ聞いとけ。ハムル町のイケメン集団、略してブルーゼット、よろしく。アクアデビルとかブルーゼットとか。全然略してねえよ。なんで青だけこんなダサいの？キリュウさん、青だ。お前何してるんだ？何？青だけ全然まともじゃないってこと？社会構成してないってことだ。他のリーダーは形はどうあれ次のステップを歩み始めていたぞ。お前の選んだ道なら文句は言わない。だが本当にこのままでいいのか？うるせえ！あんたに何がわかるんだよ！何もわかんねえよ。メンバー ABCD。おい、あと一杯でナンパ成功だったのに。いや、成功しないよ。しかもまだすぐ近くにいるし。あと一杯でナンパ成功だったのにどうしてくれんだよ、おっさん。青田さん、このおっさんやっちまいましょう。そうだな。おい、お前ら、このおっさん気が済むまでボコボコにした。よいしょ、よいしょ、芋見っけ、芋見っけ、よいしょ、よいしょ。気が済んだか？くそ、俺だって分かってんだ。カラーギャング構想時代には弱小扱い、今は完全に置いてきぼりでこんなバカばっかりやって焦ってねえわけねえだろうが。青田さんは、青田さんは白木や赤井さんたちとは違うんですよ。ホワイトエッジもブラッディアイも一部の幹部連中以外はあっさり切り捨てて今の立場に収まってんだ。青田さんにだって組の人から声かかってたんですよ、うちでやらないかって。でも青田さんはこんなバカな俺らを見捨てないでいてくれて、いつも一緒にバカやってくれて。知らん、そんなことは。白木赤井に切り捨てられて行き場を失って変なもんに手出してダメになってたやつを何人も見てる。知らん、そんなことは。お前らの責任だろうが、人生は自分の責任だよ。俺らが頭悪いから青田さんに面倒かけっぱなしで足引っ張ってるだけだけど、でも何があっても青田さんに一生ついていこうって思いはここにいる全員が思ってることなんです。お前ら、すいませんでした、キリュウさん。
こいつらはこう言ってくれてますけど、俺もこいつらに甘えてました。ずっとギャングみたいなことしててもきっと何も変わらないんです。これからはこいつらと一緒に歩める次のステップってのを探してみます。いいと思う。頑張れ。お前らついてきてくれるか。はい。なんかこんだけ人数いるんだったらなんかやればいいのにね。普通にね、仲間がいるってすごいことだよ。ふっ、意外といい仲間に恵まれてるじゃねえか。アラギャングしてた奴らの中で実は一番幸せなのはアウタかもしれねえな。そりゃわかんないけどね。みんな幸せそうだったよ。経験値5000。ヘイマスター、やってる？ここいいかい？ああ、すいません。そこは予約が入っていまして。予約？カウンターでか？申し訳ありません。いや、いいんだ。こっちはいいか？はい、ありがとうございます。予約ね。ブラス？誰もいないはずだが。え、何？怖い話？いえ、実はここの席は。あ、ちぐささん。誰？あ、怒ってる、怒ってる、すごい怒ってる。でも美人だ。え、何？嘘でしょ。今までどこに行ってたのよ。なんでだよ。え、人違いでしょ。え、誰？知らない人だよね。カムロ町に帰ってきてるならどうして私に電話してくれないの？だ、え、ん？知らない人だよな。人のことバカにするのもいい加減にしてよね。あんたの嘘に付き合わされる私の身にもなりなさいよ。人違いだろ。誰だあんた？ちぐさ、八千代ちぐさ、私のことも覚えてないっていうの？覚えてるとか覚えてないとかじゃないだろ。あんたとは会ったこともない。ふざけてるの？あんたが約束したんじゃない？必ずカムロ町に帰ってくるから待っててくれって。はあ？約束？はあ？あれも嘘だったっていうの？もう1年も経つのよ。今まで何してたのよ。いや、まっ、本当に覚えねえわ。1年のことは3でしょ。1年前。いや、覚えがないな。俺はキリュウってんだが、あんたが探してる男はなんて名前だ？ふぅ、偽名まで使う気？そこまでして私に会いたくないっていうの？嘘ばっかりつくのもいい加減にしてよね。海外出張に行くとか事故を起こして金が得るとかいつもそう。あんた嘘ばっかりよね。いや、待ってな、殴るぞ。だから人違いだって言ってるだろ。いいわ、そこまでしらばっくれるなら私が思い出させてあげる。どうしたの？早くついてきなさいよ。付き合いきれんな。何してるの？さっさとしなさいよ。私のこと思い出させてあげるから。え、まあ、とりあえずじゃあついていこうか。面白そうだし。わかった、付き合ってやるよ。最初からそう言えばいいのよ。それじゃあまずはマッハボールに行きましょう。覚えてるわよね？マッハボールは知ってるが。それじゃあ行くわよ。ほら、ついてきて。なんだこれ。さあ入るわよ。何してんの？早く来なさいよ。ほら、思い出した？二人でよく遊びに来たでしょ。これ本当におかしい人？この人頭おかしい人なのかな。アルバイトで入った私に付き合ってほしいって言ったでしょ。あなたは社員で働いていて覚えてないの？ああ、知らんな。何度も言うが俺はあんたの言う男とは違うんだ。ふう、いい加減にしないと怒るわよ。まだ怒ってないの？むしろ。あ、ちぐささん、久しぶりだね。もう体の方はいいのかい？お久しぶりです。店長の方こそ奥さんとは仲直りしたんですか？もう大丈夫だよ。喧嘩ってほどじゃないし、ある程度ならいつものことだよ。ああ、そうだ、優作くんの私物まだ残ってたんだよ。ついでに持ってってくれるかな？優作の私物？ああ、突然のことだったからね、整理したと思ってたけどまだ残ってたんだよ。優作ってもしかしてもう死んでる？ああ、すまない、まだ彼のこと。うん、なんでもないです。え、その優作って人じゃないの？この人が優作ですって言わないの？大丈夫。それじゃあ私たちまだ行くところがあるから。おい、あなたは？いや、あの女に昔の恋人と間違えられてるようでな。ああ、なるほど。言われると優作君に似てる気がしますね。本当か？本当だろうな。優作というのか、あの女の恋人は。そうなんですが。何してるの？早く来なさいよ。次の場所に行くわよ。すみません、もう少しだけ千草さんに付き合ってあげてください。よろしくお願いいたします。まあ、ええけど。何やってたのよ。さあ行くわよ。次ってどこに行くんだ？
荷物受け取っちゃったから、とりあえず事務所に持っていきましょう。事務所？そう、事務所。二人で輸入雑貨の会社を作ったんじゃない。ほら、行くわよ。ここは覚えてないの？二人で作った輸入雑貨のお店。店ってどこにあるんだ？まあ入って、あの時のまま置いてあるんだから。死んでんじゃねえか？ここが私たちの事務所、ネットショップだから実際の店舗はないんだけど。まあそれはいいが、商品はどこに置いてあるんだ？だって雑貨を仕入れる前に。ああ、やっと来ましたか。困るんですよね、さっさと事務所明け渡してもらわないと。あんたたちはこの事務所の賃貸契約は半年前に切れてんの。さっさと荷物まとめて出て行ってもらわないと困るんだよね。これはこっちが悪いでしょ。輸入雑貨とか言ってももう社長の男はいないんでしょ。だったらもうやめていいんじゃないの？キャッ。ほらほら、さっさと出て行かないと怪我だけじゃ済まないよ。おい、ちょっと待て。女相手にやりすぎじゃないか。あんだよあんた、悪いのはあんたらだろう。こういうのをね、居座りって言うんだよ。ほんとそうだよね。それはそう思います。わかった。じゃあこういうのはどうだ。俺がちゃんと事情を聞いてこの女を説得する。それまで待ってもらえないか。はぁ？そんな話信用できるわけねえだろ。それにな、うちの会社は暴力推奨。客は潰して当たり前って社訓なんだよ。なるほどな。じゃあ話にならねえな。今すぐ出ていかねえってんならぶん殴って追い出すまでよ。おい、こいつやっちゃ。いや、行っちゃった。よいしょ。いい顔するね。なんだよこのおっさん。事務所の契約のことはきちんとさせるから、今日のところはこれで帰ってもらえるか。ちゃんと約束は守るからよ。はい、よろしくお願いしますね。とりあえずボーリング場で預かった荷物はそこに置いておいたぞ。うん、ありがとう。悪かったな、事務所で暴れちまって。うん、いいの。ん？留守番電話に伝言が入ってるぞ。え、だってこの事務所1年近くも使ってないのに。再生してみるわね。ジグサ、このメッセージを聞いてる？優作。ジグサ、なんだかごめんね。俺弱虫だからさ、どうしてもジグサに話ができなくて。優作くんに似てるって絶対嘘だろ。怒ってるよね、ジグサのことだからさ。ふざけてんの？とか言ってそうだよね。だけどごめん、俺そんな勇気ないよ。優作って名前なのに。俺ガンなんだって。嘘みたいだよな、こんな歳でさ。まだ30になったばかりだよ。死んじゃうんだって、手遅れだって。なんだよそれ、笑っちゃうよな。俺ちぐさには嘘ばっかりついてたけどさ、これ嘘じゃないんだ、本当にガンなんだって。ちぐさの顔見たらまた嘘だよって言いながら言いそうだから、だからこの留守電に入れとく。こうじゃないと本当のことを言えないと思うし、それとそこの事務机の中にルマルシェって店の引き換え証が入ってるから、それが俺の本当の気持ち。この留守電を聞いたらルマルシェに行って受け取ってもらえるかな。最後まで面倒かけるね。ごめんな、こんな俺で。ごめんな、勝手に死んじゃって。ごめんな、ジグサのこと好きになって。これもう死んでるよりも辛いやつだ。もう会えないから、だからさよならジグサ。嘘よね、だって優作はここにいるんだし。違います、死んだなんてそんなこと信じられるわけないじゃない。封筒あったぞ、ルマルシェの引き換え証が入ってる。行ってみるか、ルマルシェに。うん。ルマルシェの引き換え証が優作の本当の気持ちだなんてどういうことなの？さあな、とりあえず引き換えればわかることだ。そうね、じゃあ入りましょうか。いらっしゃいませ。結構緊張するわね、こんな高い店めったに来ないから。さっきの引き返しを持ってきてるんだろ、店員に渡したらどうだ？うん、代わりにもらってきて。わかった、貸してみろ。すまないが、これを頼む。はい、1年前の。少々お待ちいただけますか。何なんだろうね。ありました、必ず受け取りに行くから置いておいてほしいと頼まれていたものでした。
岩崎優作様、お品物はプラチナのペアリングですね。指輪ですか？え、婚約指輪ですよね。そのように伺って、賜っておりますか？はい、そうです。おめでとうございます。それではこちらお包みいたしましたので。ありがとうございました。これはなんかこっちまで申し訳ない気持ちになってくるな。指輪か。はめていいわよ、だってペアリングなんだし。いやもう違うのよ、優作じゃないのよ。目覚ませ。いいんだな。俺の指には小さすぎて無理だな。おい、どうした？もういい。もう分かってる、優作はもういないってこと。どのタイミングなんだろう。分かってたの。でも無理。もういい、私のことはこのまま放っておいて。そうはいかないだろう。ここじゃなんだ、とりあえずどっか店に行こう。だったらバンタムがいい。あそこは私たちの思い出の店だから。分かった、バンタムだな。入るぞ。うん。あ、こちらの席にどうぞ。この席は予約じゃなかったのか。はい、千草さんの恋人だった優作くんの席です。優作の。それじゃあこのグラスは。はい、優作くんのグラスです。彼この席でお酒を飲むのが大好きでしたから。今日は彼の一周忌なんですよ。あ、死んだっていうことが受け切れてなかったのか。この店に飲みに来てくれるかと思いまして。じゃあ優作は本当に。はい、ガンで若かったので転移も早くて、発見した時にはもう手遅れだったんです。千草さんも分かってるんですよ。でも優作くんが死んだことを信じることができなくて。優作くん嘘ばかりついていましたから。だから千草さんは彼が死んだことも嘘に違いないって。それで俺が優作だと思おうとしていたのか。これ病院座だじゃない。大丈夫千草？はい、千草さん、もういいでしょ。これ以上待っても優作くんは帰ってきませんよ。そんなの嘘よ。ちぐささん、お願い、昔みたいに嘘だって言ってよ。そっか、ボーリング場の店長もなんかもう分かってるっぽかったもんね。死んだなんて嘘だったんだよって言ってよ。婚約指輪だって買ってないって言ってたのに、それも嘘だったじゃない。今まで嘘ばっかりついてたのに、どうしてどうして嘘じゃないの。ちぐささん、これ優作くんから預かった手紙、今なら落ち着いて読めるんじゃないかな。手紙？優作くん、自分がガンだって分かった時、僕のところにこの手紙を届けに来たんだ。自分が一年も生きられないって分かって、ちぐささんの重荷になるのは我慢できないって、彼女には新しい人を見つけてもらいたいって。嘘ばっかりついてきたから、きっと彼女は僕が死んだとしても嘘だと思ってくれるよって、そう言って笑ってたよ。言ってくれればよかったのに。一年しかなかったとしても一緒にいたかった、一緒にいたかったよ。優作、嘘ばっかりつくくせにどうしてそんなに優しすぎるのよ。おい、泣いてるのか。泣くだろう。ん、嘘、嘘泣きに決まってるじゃない。あいつなんかのために泣くわけないじゃない。嘘泣きなんだから、あいつの真似しただけなんだから。私は大丈夫なんだから、もうほっといてよ。それも嘘だろ。自分に嘘はつかない方がいい。優作って男はあんたが笑う顔を見たくて嘘をついてたんじゃないのか。だから自分が死ぬと分かった時、最後の嘘をついてあんたと別れたんだろ。優作って男の嘘を真似したいんならあんたは笑ってないとダメだ。あいつの嘘はそういう嘘だったんだろ。ううこういう時は泣いていいんだ。無理に嘘をつこうとするな。優作もそんなことは望んでなかったはずだぞ。優作、優作、今日はありがとうございました。桐生さんに会えなかったら彼の死を受け入れることができなかったと思います。また一人の女を救っちまったな、桐生一馬。
やっと俺の名前をちゃんと呼んでくれたな。そうでしたっけ。私迷惑かけてばっかりでしたね。おやばかったよマジで。飛行だったよ。いいさ、そんなの気にするな。キリュウさんって本当に優しいですよね。なんだか好きになっちゃいそう。今は昇進してるから気が狂ってんだよ。落ち着け。極道だぞこの人。極道じゃないけど敵だけど。あ、そうだ、婚約指輪があるから、キリュウさん私と結婚してくれませんか。おい。うそ、驚いた。いや半分本気だろ。まったく。そうだ、これもらってください。もう使わないから。プラチナのペアリ、うお重た、もらいづら。おい、これは遅くエビセアだよこんなのよ。いいんです、ユサからはもっと大事なものをもらいましたから。それにその指輪を持ってるのは辛いし。わかるけど、もはや呪物だよこんなの。こう言っちゃ悪いけど。そうか、わかった。じゃあ俺が預かっておくよ。それじゃあもう行きますね。さよなら、キリュウさん。売りづらいし、預かっておくとか言われたら。優しい嘘か。ケケチコセを手に入れた。重いもんもらっちまったな。これどうすんだよ。